はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2022年の、1月28日です。今日は太宰治のカモメという短編小説で読書会をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。サポート登録を募集してますんで、よろしければご登録ください。190円からご登録いただきますと、会員限定コンテンツと聞けます。昔の雑談のアーカイブスもそちらにどんどん入れていく予定ですんで、まあ聞きたい方は聞いていただければなと思います。あとグッズを販売してます。サーモタンブラー、マグカップなどなど販売しておりますんで、読書のお供にぜひ、白木や黒木や赤木屋の綺麗なお姉ちゃんたちが販売してるとかしてないとかそんななんかあんで買ってみてください。あとですね、メルマガ登録募集してます。登録していただけますと読書会にご参加いただけますんで、ご登録ください。あとノートでコンテンツを販売します。フランス革命のコンテンツとか販売してますんで、ご興味ある方ご覧ください。概要欄にリンクが貼ってあります。じゃああらすじですね、紹介していきます。ちょっとじゃあですね、あらすじって言えるほどのものはないんですけども、簡単に紹介します。まあ、朗読もしてあるんで、あのリンクがあの説明欄に貼ってあります。これは主人公、まあ太宰治が告白してる話ですね。まあ、今三鷹に住んでるんですね。三鷹はこの頃は開発されてないんで、まあ、三鷹の駅から結構奥まったところに、まあ、引っ越して住んでたと。で、何年か前に、まあ、薬物中毒になっちゃって、作家仲間にいっぱい借金したりして、まあ、人にたくさん迷惑かけてですね、今三鷹に、暮らしてると。法制生活をしてると。で、まあ戦争、1940年に発表された作品なのかな。1939年に、の11月に書かれて、1940年の知性って雑誌に発表された作品です。まあ戦争、この後もうすぐ太平洋戦争、まあ中国のね、中国との戦争は、日中戦争はもう泥沼化してる頃ですね。で、一応15の5方向ということで、徴兵は体が悪いんでされなかったんですけども、兵隊さんの手紙を、構成したりして文芸雑誌に載せたり、そういうことをやってるということです。で、まあ、あの編集者の人もたまに訪ねてきて、まあ、もうすごい、薬物中毒中だった時に非常におかしくなってたんで、まあ悪評っていうかね、悪口言われてんですよ。だけど、まあ会ってみるとそんなにおかしなやつじゃないとも言われるようになって、まあ回復してきた頃で、編集者の人もなんか書きませんかと言って、訪ねていくんですね。で、まあ文学談義なんて交わすんだけども、まあ文字文字としか喋れないと。まあ、卑屈なんですね。卑屈で、まあでも心の中では芸術のために生きていこうと。街角の、辻音楽師のようにバイオリンを弾いていくつもりで頑張ってやっていこうと思うんですけども、まあそうは言っても、まあ世間から世間の冷たい姿勢を感じながら、卑屈になりながらも芸術を頑張っていこうと。という決意をして終わるというお話になっております。まあこれ結構ね、私も何回か読んでみたら気づくことあったんで、まあまあ、あの皆さんの感想文を紹介しながら解説していきたいと思います。福田さんもこんばんは。じゃあ、早速トップバッターです。お久しぶりの参加、メルマガ読者海さんです。太宰治カモメ感想文、お清さまよう推しのカモメ。カモメというのはあいつ推しの鳥なんだってね。
鳥について、鳥について大した知識もないので、なるほど鳴かない鳥もいるだろうなと、ついぼんやり流されてしまってる私がいた。が、ちょっと考えれば誰もが、カモメが鳴く鳥であることは知っているはずである。ドラマやアニメで典型的な港の描写は必ずと言っていいほど挿入されるキューキューミューミューという高い声。あれが、そうだ、あれがカモメだった。少し立ち止まってみればわかることでも、ついつい話の流れで趣向し通り過ぎようとすることがある。相槌を打ち、肯定したふりをして、その実何も考えてなどいないのだ。心の底では興味がないのだ。何事にも興味を持つということは大切なことである。興味を持てるからより知ろうとするし、知識を活用できる。世界が広がる。知らないことは問題ではない。知ろうとしないこと、自分の頭で考えないことが問題なのだ。それは物を見る目を破壊させる。どんなに純粋な心があろうとも、どんなに鋭い感性があろうとも、言葉に文にするとき、ついついかつて読んだ聞いた、触りの良いフレーズに心を委ねてしまうなら、途端に世界は狭まり薄まっていく。音楽は人の心を豊かにする。そんな気がするが、本当だろうか。本当の音楽ならそうに違いない。しかし私の側にそれは聞く耳があるだろうか。心地の良いメロディーはあちこちにある。溢れている。が、心地の良さ以上の何か受け取っているだろうか。さらりと流れていく音楽のようにただ通り過ぎていく文章よりも、鳴かぬ鳥の鳴き声に、どもった言葉の先に、お清さまよう推しのカモメの声に、心を寄せられる私でありたい。終わり。ありがとうございました。これ、戦地からの兵隊さんの、文章っていうのが紹介されてまして、それが、実は私の想像の域を出ないっていうことが書いたんですね。例えばですね、これ書いてあるのが、戦線からも小説の原稿が送られてくる雑誌社へ紹介せよというのである。その原稿は要線に米粒ぐらいの小さな字でくしゃくしゃに書かれてあるもので、随分長いものもあれば要線2枚ぐらいの短編もある。私はそれを真剣に読む。よくないのである。その紙に書かれている戦地の風景は私が牢獄っていうのは、まあ、汚い家ですね。の、ボロ屋の机に頬杖をついて空想する風景を一歩も出ていない。新しい感動の発見がその原稿のどこにもない。感激を覚えたとは書いてあるが、その感激ありきたりの悪い文学に教え込まれ、こんなところでこんな具合に感激すればいかにも小説らしくなる。まとまると、いい加減に心得て、船舶に還元している、感激している性質のものばかりなのである。ということですね。これは結構厳しいこと書いたんですけども。文学も映画もですね、それっぽくなるんですよ。それっぽいものに寄せてしまうということがありまして。まあ、落語とかは分かりやすいから、落語とか漫才とか、お笑い芸人で、まあ、素人が漫才とか落語やると、わざとらしくなるんですよ。自分たちが見て、頭の中で作ってる落語とか漫才を、なぞり始めるんですね。文章もそうですよ。これが文学ぽいって思うような表現をなぞり出すっていうことがありまして、これがその戦地の風景は私が家で頬杖ついて考えてるのと少しも変わらないっていうのは、その悪い文学っていうかね、もうその通俗文学の言葉を使って結局書いちゃうってことですね。で、まあ、カントっていう哲学者がいるんですけどね、芸術って、まあ、天才とは何かっていうのをね、判断力批判って書いてるんですけど、新しい形式を生み出す人だっていうんですね。多くの人はね、まあ、小説家志望の人、すでにある形式をなぞり始めるんですよ。すでにあるものをなぞり始めて、みんな滑ってるみたいな、そういうことになってしまうと思うんですよね。で、カエさんが書いて、おっしゃっていただいてるのは、そのことをね、書いていただいてると思うんですよ。ついついかつて読んだ聞いた、触りの良いフレーズに心を委ねてしまうと。まあ、歌謡曲のベタベタな、ほら、なんか、失われた時が、俺たちの思い出が、みたいな、なんだそれみたいな歌詞あるんじゃないですか。何か言ってるようで何も言ってないっていうか、どっかで見たようなフレーズが、ただ並んでるだけの、まあ、アニメの主題歌とかね、なんか、
戦慄の時をとかね、悲しみのなんとか言うわけじゃないですか、悲しみの世界をみたいなね、そういうこと言うわけじゃないですか。なんだ、どっかで読んだの、ただね、どっかで読んだようなのを書いてしまうんですよ。これは書いていただいた、どんなに純粋な心があろうと、どんなに鋭い感性があろうとも、言葉を文にするとき、ついついかつて読んだ、聞いた、さありの良いフレーズに心を委ねてしまうなら、途端に世界は狭まり薄まっていくってことですね。で、そういうこと書いちゃうってことですね。で、戦争してる兵隊さんも結局、もうすでにある通俗戦争文学をなぞって、戦地から一生懸命これが文学だと思って送ってくるんですよ。で、これ続きですね。私は兵隊さんの泥と汗と血の労苦をただ思うだけでも肉体的に十分それを感受できるし、これ、こちらが何も物が言えなくなるほど続きしている。まあ、でもそうは言っても、送ってくるものは、私は兵隊さんの書いたいくつかの小説を読んでいけないと思ったってことですね。で、まあ、自分で文章を作んなきゃいけないってことが書いてあるんですよ。身振りは小さいほどよい、花一輪に託して自分の偽らぬ感激と祈りと述べるがいい、きっとあるのだ。全然新しいものがそこにあるのだ。私は誇りを持って言うが、それは私の芸術家としての小さな勘でもってわかっているのだ。でも私にはそれは具体的に言えない。私は戦線を知らないのだから、事故の経験もせぬ生活感で後ずっぽで、まことしやかに書くほど、それほど私は不遜な人間ではない。ということですね。で、私は生体さんの小説を読む。悔しいことには良くないのだ。ご自分の見たところのものを語らず、ご自身でかつて読んだ悪文学から教えられた言葉でもって戦争を物語っている。戦争を知らぬ人が戦争を語り、そしてそれが内地でバカな喝采を受けているので、戦争をちゃんと知っている兵隊さんたちまでそのスタイルを模倣しているということですね。で、物を見る目が破壊されているということですよ。だから推しのカモメが、カモメは推しなんですよって言ってると、ちょっと詩的なフレーズだからついつい、ああそっか、推しなのか、長ねえのかって思っちゃうってことですよね。だけどよく考えれば、自分で考えてないと、心底興味がなくて、耳障りのいい言葉だけなんとなく受け入れてるって、それがポエムだと思ってるってことですね、表現だと。ということを書いていただきました。まあそうなっちゃいけないと、鳴かぬ鳥の鳴き声にと思った言葉の先に、お清様よ推しのカモメの声に心を寄せられてくるでありたいってことですね。心地の良いメロディーじゃなくて、ちゃんと自分にからよく想像して作り上げていく、花一輪に託して偽らぬ感情を書いていかなきゃいけないってことを書いていただいたんだと思います。もうそうおっしゃる通りだと思います。ありがとうございました、カエさん。ということです。レッツファイティングラブみたいな。なんかいろいろあるじゃないですか。小室哲哉の書くような歌詞ですよ。この愛しさと切なさと心強さと。何言ってんだわかんない。何も言ってないから。いいんじゃないですか。浜崎あゆみの詩とか。ね、まあ、なんか言ってる風、なんか言ってる風ではあるんですけども。その実具体的には何も言ってないっていうか。何も言ってないことないのか。よく書かれてるやつは、まあ、はっとわかるときありますよね。私は、放送でも紹介、襟裳岬あるんじゃないですか。襟裳の春は何もない春です。遠慮はいらないから温まって行きなよってね。あれ私、君が死んだ後でっていうドキュメンタリー映画で解説されてて、あれはもう、震災区の内下場から逃げて北海道に行った人がかくまわれる話だって聞いて、だからヒットしたんだって言われて、ああそうなのかと思いましたね。知らなきゃわかんないじゃないですか、そんなの。襟裳の春は何もない春だ、何がいいんだか、襟裳に住んでる人にはいいけど、だけどその複雑な背景が実はあるんだっていうのに気づくと、ああいい歌詞なんだなって思うじゃないですか。まあそういうことですよね。政治的な背景があると自然描写の意味が変わってくるとかね。まあね、そんなのないまま書かれてると、
なんか上滑りしてる歌詞になっちゃいますよね。ありがとうございました。じゃあ続きまして、メルマガ読者 IK さん、カモメ感想文。物語の中で主人公である太宰は狂人という肩書きのために卑屈になりながらも作家という信念を持ち、何か答えを得ようとしている。物語の始めには目的もなく外を歩いていて、自分はどんな人間なのか腑に落ちる考えをひたすら探している。行く先のわからない電車に知らないところまで連れて行かれそうな感覚を抱きながらも、道端の小さい水たまりに自分の拠り所を見出す。そして自分のことを暗い路地でボロボロになりながらもひたすらバイオリンを弾く老音楽師なのだと想像する。家に帰ると出版社の人間が来ていて、話をする中で自分が文を書くときに大切としているのは開墾や告白、反省だということを口にする。話が終わった後、寿司屋で酒を飲んでいると、女中に再婚相手として都合のいい人がいないかと尋ねられる。そういった抜き差しならない世の中にへきへきとしながら床に着くと、ふと待てという啓示のようなものが頭に浮かんでくる。そして自分を辻音楽師のようにひたすら何か表現しようとさまようカモメに例えて物語は終わる。自分が周囲から浮いてると感じた時、それを個性だと肯定できるのか、それともあぶれ者なのかと卑屈になってしまうのか、そういうやるせない思いをした時、辻音楽師のイメージは大変参考になると思いました。終わり。ありがとうございました。昨日私天井桟敷の人々30分ぐらい見たんですよ。天井桟敷っていうのはなんかパントマイムとか見せる経営劇場の話なんですね。天井桟敷の人、そこの天井桟敷にそこの庶民が、町の人たちが見に来るんですよ。でそこでそのコントっていうか、なんかお芝居やるんですね。お芝居って言ったら刺激とかそういうのじゃないんですよコントみたいなやつですよ。でそこの劇団の話で、でなんだっけ、なんとかバロー、ジャンルイバローだかっていう人がやってるパントバイムの人がいるんですよ。バチェストっていうね。で街を散歩してたらね古事記に会うんですよ。盲目の古事記と会って、ちょっと会話するんですよ。か気の毒だから金恵んで、金恵んだんだから。だからまあちょっと俺の知ってる食堂があるから飯食いに行こうって言って、いや連れてかれるんですよ。で連れてかれたら目を開けて普通に喋り出すんですよ。全部演技だったんですよ。古事記って、盲目の古事記と演技をしてるだけの男だったってことに気づくと。で、まあ周りの人はみんな知ってるんですよ、食堂の人はね。で実は本業はなんかその盗品の鑑定士なんですよ。でびっくりするわけです、そのバチストは。感心するわけですよ。自分もパントマイムやってるからこんな表現があるんだと思って。でそれを見たら、辻音楽師ってそういうことなのかなって私思いましたね。なんか騙していかなきゃいけないわけですよね、辻音楽師って。なんかその、そのストリートで物乞いするにも芸が必要なわけじゃないですか、一応はね。そう、古事記だって芸が必要なわけですよ。目が見えないふりしなきゃいけないっていうか。っていうことを知ったときに、だから、まあ、フランス人らしいなって思ったんですよ、その、何かしていかなきゃ、生きていけないんだと、人騙してでも何度もやんなきゃ。でそこには、そこに深い哲学なり思想なりあんだっていうことを、書いててましてね。太宰ってそういうことを考えてたんじゃないのかなって私ちょっと思いました。辻音楽師っていうのすげえやっぱ読者騙してる部分があるわけですよ。そのことをバイオリンを弾く老音楽師って言ってんじゃないのかなーってちょっとね、昨日の天井桟敷の人々を見ながら思いました。まあ、実はちょっと私も感想文で書いたんですけども、この寿司屋で酒を飲んでると、そこの女中さんが再婚相手を探してるっていうわけじゃないですか。あれ何の話なのかなと思ったんですよ、これ。話に関係ないわけじゃないですか、脈絡が。で、なんでこのエピソードを入れたのかって、これは現代の風潮かって言うんですよ。なんか名刺渡されてね、いい人がいたら、夫と別れたんだか逃げられたんだか知らないですけども、まあ、いい人がいたら、探してみますけど約束はできませんよ、ってことですね。これね、まあ、私の感想文には書かなかったんですけども、これ何の話かと思いませんでした。皆さん興味ないかもしれないけど、これもともとね、私ウィキペディア見たら、その戦地からね、作品を送ってきた田中秀光っていう人なんですよ。太宰に心酔してた人なんですけども、
オリンポスの果実っていう小説書いて、最後、ダイザイがその、心中して玉川受水して亡くなった1年後にね、薬物中毒になっちゃって、ダザイの墓の前で自殺しちゃってるんですよ。その人が、鍋鶴とかいう短編小説を書いて、ダザイに送ってきたんですね。で、私、その一方的にダザイに憧れて、その人が弟子入り、押しかけ弟子だと思ってたんですよ。田中秀光っていう人が。どうやら違うらしいんですよ。ダザイの方が、先に、その、朝鮮にいた頃の、田中秀光の作品を読んで、感動しましたって手紙書いてるって言うんですよ。ほんで、その向こうの方も、太宰に心酔したってこと。きっかけは太宰からアプローチしてるんですね。で、このことを言ってんのかなって思いましたね。この女中さんは、まあ、太宰に気があるから、名刺渡してんでしょう、おそらくね。まあ、違うにしても、みんなに、その、まあ、唾つけてるっていうか、現代の、なんか自分から関係性を一方的に持ってきてるわけですね。再婚相手探してくれっていう。で、太宰も同じことやってるわけですよ。田中秀光にあなたの作品読んで感動したって言って、手紙送ってきて。で、なおかつ向こうがほら、雑誌になんか載せたいって書いてきた作品を、内心はいい作品だと思ってないってことが書いてあるんですよ。悪い文学をなぞってるだけだって言って、ボロクソに言ってる挙句に、まあでも一応その、雑誌社を紹介してもらって、載せたんですね。奥さんも構成して。で、これ、ウィキペディアに書いてあるのが、その、若草っていう小説、若草っていう文芸誌の鍋鶴っていうの載ったんですね。田中秀光がその戦地から中国から送ってきた。で、これ、奥さんの石原美智子さんがですよ。太宰の奥さんですね。初夏の頃だった太宰と町の本屋に行って私が店頭の若草、文芸雑誌ですね。手に取ってみると田中秀光さんの鍋鶴が載っていた。前に戦地から送ってきた田中さんの米粒のような細字の原稿を太宰の言いつけで清書して若草編集部に送った。それが載っていたのだから、私は思わずはしゃいだ声をして太宰に知らせた。喜ぶかと思いのほか、太宰は濁りともせず一口も聞かずその横顔の厳しかったほど。未だにその時の彼の気持ちははっきりわからないのであるが、つまりは太宰、サッカー太宰しかいなくてはいけないということだったんだろうかって書いたんですね、これね。太宰は田中秀光のことなんか自分からアプローチして浸水させといて、冷たかったってことで、あんまり才能認めてたと思えないんですよ、これ見るとね。だから戦地にいるから気の毒だから、まあ、その、15の5方向ってことで、田中秀光の兵隊さんの書いた作品だって言って、雑誌社に売り込んで、載せたってことですよ。で、自分からアプローチしといてですよ。冷たいってことですよ。で、これが太宰、辻音楽師の太宰なんですよ、多分。だから、さっき言った天井桟敷の人々みたいな、盲目の乞食を装って、人の気持ちを釣るって同情心を釣って、なりわいにしてるみたいな。で、田中秀光の方は、そうだって、結局、太宰に憧れて、ね、和藤井自殺してんですよ。で、ろくでもねえ人だっていうかな、ひどいってひどいんです、太宰のやってることはね。本当に田中秀光の作品、なんか思ってたのかなと、ちょっと思っちゃうっていうか、なんかさ、アリバイ作りで戦時の兵隊さんの面倒を見てるみたいな、ことをやって、世間体ですよね。世間体のためにそれをやってたのかもしれないし、そのためには自分からアプローチしてんだし、自分から田中秀光の作品を褒め出したわけですよね。多分向こうがその気になっちゃったっていうか。でも雑誌に載った時には喜ばなかったって、奥さんもびっくりしたっていう。でもその複雑な内面っていうのが、まあ必死で人格破綻ってこのことだなってちょっと思うっていうか、この作品だけ読むとわかんないですよ、その人格破綻ぶりがね。だけどこの寿司屋の女の人の話っていうのは、自分が座って、寿司屋の女自体が、ダザイですよ、これ。気持たせてね、関係性勝手に作るみたいな。私は、考えたんです。それは現代の風潮だっていうわけですよ。いや、現代の風潮の一端を見たと思った。ちらじらしいほど真面目な正義だろう。押すことも引くこともできない。家へ帰れ、私は再び推しであるっていうんですけども。
なんかこれなんかまあ自分自身がその女中さんに重ねてるんだけども、まあ真面目に見えるけども本心が分かんないってことですね。どうあの近づいてきてどうやって利用されるかなんて、そういうことなんじゃないかなと。近づいてくる割にどう利用されるか分かんないっていうの怖いですよね。でも人間関係、現代の人間関係でそれが往々にしてあるっていうか、例えば地下室の手記じゃねえや、死の家の記録にペトロフって男出てくるじゃないですか。あれペトロフって完全にカラマゾフの兄弟のスメルチャゴフのモデルみたいな人ですけども、なんか近づいてくるわけですよ。であなたの気持ち分かりますよみたいな、なんか勝手に面倒を見てなんか脈絡のないこと言い出すわけじゃないですか。で何のまあ利用しようと思って近づいてきてるのはそれはそうなんでしょうけども、どう利用するかよく分かってないから怖いですよね。でほらカラマゾフの兄弟ではイワンが言うわけですよ。スメルジャゴフみたいな最初の肉弾になるって言って、革命の時ああやつ言っちゃ危ねえんだっていうことですよね。なんか人の気も出してその釣ってってどっかに連れてっちゃうっていうか、危ねえ危ねえっつうか、でそういうのあると思いますよ。という部分がちょっとこの作品の奥底に流れてるのと、まあその太宰の本当に純粋な部分ですよ。芸術だけ辻音楽集にひたすら何かを表現しようって純粋な思いもあるけども、その一方で人を徹底的に利用しよう、実際利用してるっていう部分も両方ながらあるっていうことなのかなってちょっと思いました。そういう怖さを。最後はね、その水たまり、住んだ水たまりみたいなのを思い出して、あのね、沖のカモメになって何か待ちたいと、何を待つんだ何を待つんだって話ですけど、思ってんですけどもということでした。じゃあ背景さんありがとうございました。本筋には関係なかった。本筋にはちょっと聞いて怖くなる話じゃないですか。私は田中秀光がかわいそうだと思いますよ、これ。まあ、利用されたと思って、なんで彼が後追い自殺したかもよくわかんなかったし、太宰のファンってこういう思い詰め方するのが嫌だな、ぐらいにしか思ってなかったんですけども、太宰からアプローチしてきて、褒めた割に、いろいろ世話焼いて、で、なおかつ自分も被害者面するっていう、ちょっと嫌な感じだな、と、ちょっと、まあ私は、ちょっとそういうことで言ってんのかなって思いましたね。そういうことで、まあ自覚的に文章の端々に、この寿司屋の助手のエピソードみたいな形で、一応種明かしをしてんのかなと思っちゃいましたね。ということでした。まあ、お前、うがちすぎだって言われちゃうと困るんですけども。私が説明すんなら、あの寿司屋の助手は、そういうふうにしか説明できない。まあ、私がその、田中秀光のエピソードを知って思ったのは、気の毒だなって感じです。じゃあ、ありがとうございました、一景さん。じゃあ、続きまして、メルマガ読者、さくらさん。かもめ、感想文。私は、太宰治は正直あまり好きではありませんでした。私の勝手なイメージですが、すぐ死のうとしたり、何か陰鬱な感じがして好きになりませんでした。芸術家の繊細な感情がわからないだけかもしれないけど、卑屈すぎて苦手でした。でもこの作品を読んでいると卑屈さはあるけど、すごく優しい人なんだなと思いました。優しすぎていろいろ気に病みすぎて変になってしまうのかもと思いました。かもしれないなと思いました。体が弱いとかいろいろな理由で徴兵されないのは仕方ないことだとしても、昔なら非国民扱いされて肩身の狭い思いをしてきたのだと思うとすごく気の毒だなと思いました。そして、それから意外に思ったのは、その兵隊さんからの小説を清書して、奥さんも手伝って編集者に送ったりしていたと書かれていたところです。引用はじめ。さて、兵隊さんの原稿の話であるが、私は照れくさいのをこらえて、編集者にお願いする。時たま飲み据えてもらえることがある。その雑誌の広告が新聞に出て、その兵隊さんの名前も立派な小説家の名前と並んでるのを見たときは、私は6年前初めてある文芸雑誌に私の商品が発表されたその時の2倍くらい嬉しかった。ありがたいと思った。
早速編集者へ千万遍のお礼を述べる。新聞の広告切り抜いて宣戦送る。お役に立った。これが私にできる精一杯の方向だ。133ページ引用終わり。編集の方も太宰の顔を立ててギリで載せてくれたのかもしれないけど、載せてもらった本人にとってはすごく嬉しかったとは思うし、生きる希望になったのではないかと思いました。戦場にいるといつ死んでもおかしくない状況だから、未来への希望なんて持てないかもしれないけど、生きて帰りたいという気持ちがさらに強くなったのではないかと思う。今回の作品が載っているキリギリスは、前回の読書会で買ってから課題図書以外は読んでなかったので、読むことができてよかったです。終わり。ありがとうございました。まあ実際に奥さんが言ってるのでは喜んではなかったと。厳しい顔をしてた田中秀光の小説が並んでる時、自分の発表されたより2倍嬉しいって書いてるけども、実際はそうじゃなかった。でも2倍嬉しいって言って書いておかないと田中秀光の気持ちを傷つけるから嘘書いてるんでしょうね、これね。で、お役に立った精一杯のご奉公、十五のご奉公ができたって言って、喜ぶ。卑屈に喜びながらも、まあ、義理立てなのか、一応。義理立てだけど利用してるってことにも見えなくもない。まあ、優しそうな人ですよね。本当に優しくはないんだけども。優しい人と優しそうな人は違ってんのと一緒で、優しそうなフリをするのに、まあ結局、まあでも今にも通じるか、まあ世間体を気にしてんですよね、この人なりに。すごいね。まあ格好つけてんですよ、トラさんと一緒ですよ。格好つかないことがあると気まずいわけですよ。で、格好つけるために一人をするっていうかね、それで、これが文章の中に入っちゃってる、まだらに入ってるわけですよ、カッコつけてる部分が。で、そういうので書いてんじゃないかな、思いますよ。だって、その名刺は渡されてね、寿司屋の女中が、いい人いたら紹介してくださいって名刺渡してんのと、兵隊さんの送ってくる小説もあんまり変わらないっては変わらないですけども、いい雑誌があったら載せてくださいって言って作品を送りつけるのと、いい人がいたら紹介してくださいって名刺渡すのはどんなもんかって思いますけども、これがね、複雑なことですね。寿司屋の女中が太宰自身なんだけども、最初にアプローチしてんだから。 でもこの中で一方的に送ってきた兵隊さんのことを寿司屋の女中と一緒にしてる部分もあるわけですよ。これで兵隊さんの各その悪文学に影響された凡庸な作品も、寿司屋の女中の名刺も、現代の風潮の一端かって言ってんだけども、それを利用してるてめえの卑屈さの中に隠れる邪悪な部分は、わかる人にしかわかんない感じで、織り込んであるっていうことなんだな。なんだろう、その、前あったじゃないですか、その、ホームレスの人が食べ物を渡されると、いや、食べない、その場で絶対食べないと。なぜかというと、そのサンドイッチに、タバコの吸い殻とかわざと入れて渡してくるやつがいるっていうのと一緒ですよ。善意に見えた悪意がね、入ってるから、いやー、なんだかなって思っちゃう。なんか、サンドイッチ持ったまま途方に暮れる、ホームレスの気持ちが上がるっていうか、で、太宰もそんな感じなんですよ、その、面倒を見てくれるけど悪意が、どう受け取っていいかよくわからない悪意で来ちゃうみたいな。だけどほら、それを善意だと思えば生きて帰りたいという気持ちがさらに強くなりますよね。だから田中秀光、戦地にいた田中秀光はそれで励まされたんですよ、多分ね。野戦病院に入院してたらしいですから。まあでもそれがないと、作家に小説家って嘘を書くことが商売だって言えばね、盲目のふりしてこじきをしている天井さじきの人々の登場人物と同じだって同じなんですけどね。と思いました。さくらさん、ありがとうございました。ちょっとコメント拾います。騙すなら最後まで騙し続ければいいのにね、そこまで徹底できないところが太宰の弱さで、
それで自分で理解してるから苦悩してるのかもしれません、ね、まあ共依存関係ですよね。だって3回ぐらい上司しようとしてますからね。最後に山崎富恵さん出したっけ、一緒になってた人ね。まあファン、太宰のファンだった人ですよね。まあまあでもわかんないですよね。太宰からアプローチしてるケースもあるから、太宰の浸水者と騙してるっていうなら、まだしもそれは騙される方が悪いだろうっていう話になるけど、自分からアプローチといて騙すっていうのはちょっと悪質な気もしますけどね。あ、桜さんありがとうございます。私も女中さん何なのか気になってます。女中さんの名刺が兵隊さんの作品と一緒だってことなんでしょうね。まあ、二重の意味で。まあ、自分が田中秀光に褒め上げた自分も勝手に名刺送ってきたのと一緒で。戦地から送ってくる作品も渡された名刺で、みたいな。その二重の意味なんですか。なんで最後まで騙してくれないのでしょうか。騙してんじゃないですか。今も騙し続けてんじゃないですか。太宰の作品を読むってことは、その太宰を騙されるって構造の中に、てめえから入ってってしまうことなんじゃないですか。ストリートのミュージシャンに本物の芸術を見るみたいな。で、くっついてっちゃうみたいな。そしたらそいつが尾形健で首を絞められて殺されるみたいな、なんかもう復讐するは我にありムーブで、もう信じたら大学の先生やってて信じたら首絞められちゃうみたいな。清川二次子に殺すなよって言われちゃうみたいなね。私も人を殺したことがあるから分かるけど、殺すなっていう。同じですよ。騙すってそういうことなのかなって。あの太宰自身がもうそういう、まあなんだっけ、まあなんで、じゃあイエス・キリストもそうなのかって話になっちゃうんですよ。太宰が聖書のことを書くとね、そういう共依存構造に入っていくことなのかとね。危ないですよ皆さん。私も皆さんを騙してるかもしれないから、激しくですごい傷つけてしまうかもしれないから。でもまあ私は表現活動じゃないんで、読書会なんであれですけど、その表現活動、誰か作家に憧れて近づいていくっていうのは、それは何でも、あれですよ。芸能人でも何でも。そう、怖い、怖い、実はすごい怖いことだってことですね。と思いました。もう長渕とコール&レスポンスしてるうちに、もうどんどん長渕にもう入ってしまう。長渕のこと全般的に裏切らない信じちゃうみたいな。よく雑談で話してる話一緒で。長渕だけは俺を裏切らないみたいな。酒を煽りながら聞いてゴールランドレスポンスしちゃうみたいな。この歌も長いことみんなと歌ってきたもんなとか言って激しくうなずいちゃうみたいな。騙されてるって分かってます。ねえ、騙せ、その代わり騙されろってね、色川武弘先生書いてましたから。騙してもいいけど、その代わり騙されるお前もって言って、深い言葉ですよ。せいせい、せいせいって、ね。じゃあありがとうございました。じゃあ続きまして、ちょっと待ってくださいね。続きまして、メルマガ読者八王子ヒエダルマさん。すべて太宰の策略だ。私は太宰治と一緒に酒を飲んでいる幻影を見る程度に太宰の作品を読んできた。太宰の作品は、には素人でもすぐにわかる仕掛けが必ずある。カモメでは句読点を多用した独白体で始まり、読者が飽きてきたところで会話的なものを入れ、程よいところで終わる。この手法を使えば自分でも簡単に小説を書けるのではないかと読者に思わせることが寛容である。梶井元次郎のように明らかにすごい作品で圧倒的で、一体どうやって書いたか全く想像がつかないものは、読者にとってとっつきにくい印象を与える場合がある。太宰作品は読者にとって非常に親近感があり、一つ自分でも書いてみようかなという気になるが、しかし実際に書いてみると太宰のようにはならない。
太宰の作品には今ちょっと思いついただけで、例えば本心がないのが人間ではないかとか、根底的に抱えている生きづらさが人間にはあるのではないかといったような文学的宿命がどの作品にも流れている。表面上だけ、真似してみても強い文学的宿命は創生できるものではない。実際いろいろな文学テクニックが使われているが、素人でもすぐわかるようなキャッチーなものを表面に持ってくるところが太宰のうまさだ。これぐらいのものなら2時間で書き上げて、すでにカフェの女給と飲んでいると思わせるのも太宰の威力だ。手元に角川文庫の女生徒という本があるが、この本は太宰治の作品から特に女性の独白体の形式による作品ばかり選んで編集したとのことで、同じような手法の作品を量産しているのも太宰の作戦の一つだ。ほとんど同じような違う作品は読者にとって非常に読みやすい。私も太宰、志賀先生をいじめてるやつが許せんなと言いながら、太宰の扱った映像作品はなんだかんだ言って見てしまうし、ブツブツ言いながらカモメも最後まで読んだ上で感想文を書いてメールを送信してしまっている。そういう悪い男は太宰治だ。悪い。ありがとうございます。悪い男ですよ、こいつは。ヒゲだるまさん、こいつは悪い男ですよ。太宰ってやつは。何が、で、推しのカモメがすでにキャッチーじゃないですか。カモメって推しの鳥なんだってねっていう、もう、最初からかましてくるわけですよ、嘘。ね。カモメというのはあいつ推しの鳥なんだってねっていう、このパンチラインがね、まあ、キャッチーですし。よく考えてみないと分かんないような嘘をいきなりぶち込んできて、まあ、読者と共依存関係を作り出すから、読み始めると引きずり込まれちゃうっていうか。で、なんか真似できそうなキャッチーさがあるんですよ。なんか文体模写すぐできちゃうっていうか。で、飽きてきたところで会話的な、なんか自分が卑屈になるようなエピソードね。編集者が来て、なんか、卑屈な会話をするとかね、寿司屋の女中から名刺をもらうとか、なんかその、なんか入れるわけです、ちょっと。意味深なものをね。ですぐもう、口述筆記で書き上げたんじゃないかってぐらいの感じで、あと酒をひたすら飲んで酒をうまいと思ったことないし、酒っていう言葉も恥ずかしいみたいなね。自虐っていうか、なんかその、自虐を粋だと思ってるとかあるんじゃないですか。ポーズです、ポーズ。なんかそういうポーズを入れてくるわけですよね。なんだかんだ言って、近づいちゃいけない人間なんだけど、興味があるから近づいてしまうとか。最初から嘘をついて、後の方では僕を信用してくださいとかいう、完全に寂しいですよね。本当ですよ。私は信じてくださいとか書いてありませんでした。どうだっけ。私はあなたを裏切りません、みたいな。どうだっけ。検索で探す。私は君を裏切ることはない。ああ、私は今人ではない芸術家という一種奇妙な動物である。この死んだムグロを60歳まで支え持ってやって、大作家というものを目 にかけてあげようと思っている。その死骸が書いた文章の秘密を究明しようったって、それは無駄だ。その亡霊が書いた文章の真似をしようったって、それもかなわぬ。やめた方がいい。ニコニコ笑っている私を、太宰はボケたなと支えている友人もあるようだ。それは間違いないのだ。ボケたのだ。けれども、と言いかけて、あとは言わぬ。ただこれだけは信じたまえ。私は君を裏切ることはない。エゴを喪失しまっているのだ。それからと言いかけて、これも言いたくなし。もう一つ言える。私を信じない奴はバカだ。やだやだ。やだやだ、これもう。
コール&レスポンスが始まってしまった。せいせいって感じですよ、これ。長渕剛とかあんねえのにやってること。まあね、嘘をついときながら、どうでもいい嘘をたくさんつきながらも、私は裏切らないと、あなた君も裏切らないとかね、田中秀光に言ってんのか、これ。やだやだ、こんな利用してんのにね、利用してる私も辛いんだって話なんでしょ、だから。走れメロスで一緒だよ。行かない俺も辛いんだみたいな開きの、セリヌンティス君を迎えに行かない俺も辛いんだと分かってくれみたいな言いながら寝ちゃうみたいなね。お前がきっかけじゃねえのかって言って、友達身代わりに差し出しといて何言ってんだって話です。ということでした。じゃあありがとうございました。まあ、志賀先生っていうのはその意味では嘘ついてる感じがないんで、まあ、志賀先生がその太宰を嫌ったのは、まあ、そういう部分なんでしょう。もう志賀先生の軽眼、お眼鏡から見りゃもう、太宰のその魂胆なんてもう、ね、もう、いちいち読まなくても分かっちゃうんじゃないですか、もう。で、もう見抜かれてるからこんなに志賀寿司を人におごったことがあるのかとか言ってね。って怒るわけですね。小鳥を飼って踊りを見るのがいい、そんなに素晴らしい生活か、刺すみたいな。あれは川端康成に書いたんでしょう、ね、あ、一部の人は見抜いてるわけですよ。太宰のこの精一杯のピエロブリンの奥底にあるあの演技みたいなの、でもそれがなんか非常に通俗的に見えるから嫌だなって思ってた大河の人たちがあんま冷たい態度だったから、こじらせていくんです、どんどんね。そういうことですよ。文豪ってイメージが崩れていく。太宰とか三島先生って文豪って言っていいのかどうかわかんないけど、まあ、谷崎潤一郎は文豪っぽいですけどね。あの、長井家風とか、ね、まあ、漱石、大概か。なんていうか、その、それに比べるとちょっとほら、三島先生と太宰先生は結構自分のセルフイメージっていうのが巧妙に作ってる感じがしますからね。作品を持って語ってないってとこがあるなぁと思いますね。と思います。レパンダは絶対裏切ることはない。レパンダマグカップに話しかけてあげる。レパンダ、何か人生で辛いことがあったらレパンダマグカップに話しかけてください。あったかいコーヒー飲みながらね、きっと信じてください。危ねえな。パワーストーン売るみたいなビジネスになっちゃう。あ、朗読、あ、リルさんこんばんは。朗読聞かせていただきました。あ、そうですか。バイオン、本当かな。そういうこと言うと騙されますよ。ひどく。新州読書会に。危ないですから。じゃあありがとうございました。じゃあちょっとここで、10分ほど休憩をいただきます。八王子ヒゲだるまさん、ありがとうございました。います。じゃあ続きまして、メルマガ読者、玉井さん。カーバーライトが朝日に変わる。随筆と散文詩が混然一体となった小説かもめや、主人公の心象風景を読み取るのが甚だ困難な作品である。そこで今回は下記マル秘お助けアイテムの力を借りて本書の読解を試みる。かもめが飛んだ日、作詞作曲渡辺真知子。ハーバーライトが朝日に変わる。その時一羽のかもめが飛んだ。人はどうして悲しくなると海を見つめに来るのでしょうか。港の坂道駆け下りる時、涙も消えると思うのでしょうか。あなたは今でも好きなんですって言ったきり来たりの繰り返し。季節外れの港町は私の影だけ。カモメが飛んだ、カモメが飛んだ。あなたは一人で生きられるので。一行目。ハーバーライトが朝日に変わる。その時一羽のカモメが飛んだ。本書の発表は1940年の日中戦争時であるから、平和な港の象徴ハーバーライトは旭日旗という軍旗に変わったのである。そして一羽のカモメとは太宰自身の称した推しのカモメであり、
その顔面は飛んだについては歌詞6行目で口述する。2行目、人はどうして悲しくなると海を見つめに来るのでしょうか。太宰治に小説原稿を送った兵隊さんは、なかなかどうして悲しくなると遠く離れた戦地から祖国の日本海を見つめに来るのだろうかと太宰は案じている。3行目、港の坂道駆け下りるとき涙も消えると思うのでしょうか。太宰の旧宅は東京都三鷹市の下連雀に位置する。かし港の坂道とは、下連雀にあるカーコンビニクラブ港自動車工業周辺の坂道を意味しており、太宰が自宅周辺を散歩しながら矮小の無力の市民であることに卑下の感を抱いているが、しかし目に留まった涙のように小さい水たまりが消えると思うのでしょうか、いや思わないといった反語表現を用いて芸術への心情を自問自答している。4行目、あなたは今でも好きですなんて言ったきたり言ったきたりの繰り返し、祖国を愛する情熱はあれどけれども私には言えないのだ、それを大きい声で僕面もなく語るという技ができるのだという考えを、作中全般において行ったり来たりを繰り返している、つまり戦争中に文学を志すことは愛国心がないと思われるんじゃないかという自意識が卑屈の精神を生んだのである。5行目、季節外れの港町は私の影だけ。太宰は海の横浜港町で、冬の横浜港町で出征の兵隊さんを人混みの影からこっそり覗いて、ただメソメソ泣いていったこともあるほどに愛国心の絵の後ろめたさが自身のうちに暗い影だけを落とす。6行目、カモメが飛んだカモメが飛んだ。推しのカモメ、太宰による男一緒の技である、芸術の世界へ飛んでいけたらいいなという願望が表されている。連続2回も、なぜ願望に定まっているかというと、今は待つことしかできないからであろう。7行目、あなたは一人で生きられるのね。上下は離婚して一人身になった寿司屋の女中に対する太宰の感想であるといったことを考えながら、お助けアイテムを使うと余計ややこしいなと思った。以上、終わり。ありがとうございます。最近玉井さんがですね、共通テストの国語の問題を解説しているノート、ちょっと私はまだ読んでないんですけどもちょっともう受験生の問題を読み進めるほどのもう視力がないんで、なんか解説されてるのをね、ちょっとアップされてたのは、アップされてますんで、よかったら読んでみてください。これなんだよ、記号論的な読み方ですね。記号論的テクストクリティックってやつですね、これね。カモメが飛んだ日でカモメ解釈していくっていうね、これもう技術です、もうすでにね。もう形式を形式として受け取るっていうね、そういう、大学受験でもそれを使えばある程度点数が取れるっていうね、記号論使えば本文を理解しなくても問題が解けてしまうってね、テクニックあるんですよ、これね。私も受験やってた頃にありましたよ。なんか批評文の概念のとこだけ丸してつなげるとそれっぽい答えができるみたいな。なんで、そういう感じの、日本の受験勉強のから出てきた、なんていうかよくわからない読み方文学作品関係ない試験で点を取るための読み方みたいななんでそうなってんだか私よくわかんないんですけど、現代思想ですね。人間に内面などないと。ポストモダンですよ、これ。ポストモダン玉井と呼ばせていただきたいぐらい。ポストモダン、モダンな身振りだと思いました。ということでした。ありがとうございました、玉井さん。リンクにカモメが飛んだ日ね、貼ってあるんで、いい曲なんでね、聴いてみてください。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、続きまして、メルマガ読者、陳年さん。カモメ感想文流れてんのかな、これ流れてますね、大丈夫。カモメ感想文。昭和14年9月、ナチスドイツがポーランドに進撃により歴史的に第二次世界大戦が勃発する浮き目を見る。昭和15年6月にはドイツ軍がパリに侵入。同年9月に日独伊三国同盟がベルリンにて調印される。
日本においては昭和15年10月に大政翼賛会が発足、12月には日本出版文化協会による言論の自由が規制される運びとなった。太宰が世に出て15年というものをひどい仕打ちばかり受けていた。かもめに自虐的、自嘲的、半ば狂乱的な要素があるのはそのためであろう。4年先輩の梶井元次郎をオマージュするのもわからんでもない。かもめという推しのかもめに教師を感じたのかな。自分は徴兵制で兵種であり、懐でして水たまりをめがけて石を蹴っている。太宰はこの戦争の虚しさを知っていたのでしょう。キリスト教のマタイ福音書の、これ6章ですね、5章の25、26に人を殺してはならない戒めがある。これあれだっけ、ちょっとすいません、あそこ読みます。まあマタイ福音書の5章目6章目は、第5章か。これはあの本文でも引用されてるんですけども、本文は第6章。引用されてるのか。第6章か。これは、まあ、三条の水軍ということですね。使徒に向けて、戒律、自分の弟子である時の戒律を説明してるんですね、これね。でマタイの5の25、26に人を殺してはならない戒めがある。同年代の親友や仲間が戦地に行くたびに彼らがもう日本には帰国しないことも知り、日本万歳を超えて心密かに死のう万歳と思ったのだ。戦地から送られてくる手紙を見てありのままを書けばよいのにわざと文学的に書き送ってくる。今にも死ぬか生きるかの戦地の中で祖国愛を信じ戦火に散っていた人たちのことを思うと自分は芸術論等はへのかすかっぱに思ったのだ。でも自分の文学に対する情熱は巷では白痴、気違い呼ばわりされようが、かのゲーテのファースト博士が巷でバイオリンを弾いている姿と何ら変わらないではないか。戦争2月持って回った戦争文学を語る奴には文学論を語る資格なしとまで言っている。そして雷に家を焼かれて売りの花である。5年前反狂乱になり退院したら家も焼かれて借財ばかりが残ったのだ。この辺りから、この私は太宰の芸術論が読めなかった。この件を理解するにはゲーテのファースト博士の考えを理解するしかなかったのだと思いました。言論統制のもと、戦地の状況を詳しく書いた兵隊さんの話をまことしやかに書けば自分が赤だと批判の目を向けられる。だから遊戯文学でごまかしたのだと思いました。そして戦地に行った人たちのことを前虚無感になったのでは。三鷹の家に帰れば脱死者の人が見舞いに来ていて、病気の塩梅を問いかけてくる。そんな時自分は気違いで白痴でしたとは恥ずかしくて言えない。酒でごまかしたのだ。だから文学論を問われ、しどろもどろになったように思います。そして年を聞かれ、31と答えるあたり、また社会主義ヒューマニティを問われ、開墾と答えるあたり、常にファースト博士がどうに言ってきたかのようで、です。命は糧に勝り、体に転ぶに勝るならずや、意味はわかりませんが、私はこの言葉が好きで、キリスト信者ではないが、先にマタイの福音書で述べました。なんでこんな、脱死者の方が来ても浮かぬ顔になるしのもうなずける話である。キリスト教の教えを思い出し最後に自分にも地獄が来るがなと開墾するあたりがいかにも太宰らしいと感じたのでした。現在翻ってステルスオミクロンがはびこる社会、政治や社会のことを考え酒を酌み交わす輩がどこにいよう。資本主義のふやけた者どもの戯れではないのか。自分の徳の話、相手の罪の話を魚に酒を酌み交わし合ってるから天上界より悪魔が降りてきて笛を吹くのである。時が変わろうとも太宰の芸術が愛される理由は以上のことにあるのだと思いました。太宰におけるゲーテのファーストとカモメの中のファーストの相関関係について、まずゲーテのファーストについてあらすじをかいつまんで説明します。もちろんウィキペディアで調べての話ですが、第1部ではメフィストとファーストの出会いですが、ファーストがいろんな学問を研究してたどり着いた先が無だと知り、自殺を図ろうとしたとき、復活祭の鐘の音を聞き、自殺を思いとどまった。そんなとき、天上から神との賭けに、地上に降り立ったメフィストが神との賭けに勝つべく、ファーストの魂に取り入るのである。弱い気持ちのファーストはすぐメフィストに心を奪われてしまう。メフィストとの悪魔の契約がなされ、その見返りに青春を取り戻して、マルガレーゼという田舎娘をに恋して恋仲になるのですが、彼女はファーストと会うために、母親に睡眠薬を飲まそうとして寮を間違えて殺す雨になるのですが、彼女の兄はマルガレーテに近づくほど悪魔と思い決闘するが、逆にメフィストに殺される。そんな中、心が浮ついているファーストにメフィストが魔女の祭典ワルブルギスの夜、いわゆる日本でいうところの、左議長に襲われる。
その採点に見惚れてるうちにマルガレーテの音が気にかかりになってくるのです。一方マルガレーテは母親を殺し狂乱の正体を中にいつしかファーストとの間に子供ができたと勘違いして、おまけに子供も息したと思い込み自ら牢獄に入ります。ファーストは助けようとしましたが、メフィストの手にかかり、ファーストは連れて行かれたのです。メフィストはマルガレーテと一緒に暮らせる日が来ると、ファーストに思わせ、その時時間を止まれ、あなたは美しいと忘れ、悪魔との契約を果たしました。とみなし、ファーストの魂を抜く手はずになっていたのです。以上が第1部のざっくばらんな説明です。第2部は時空が変わり、神聖ローマ皇帝の国家諮問機関でのやり取りのようです。ここでもゼウスとネメシスの子供であるヘレネに恋するのですが、私もここまでしかわかりません。第2部の中間までしか読んでませんから、あらすじはこんなところでしょうか。ただこのことの感想文を書くのが趣旨ではないので、またこの作品の読書会があれば感想文を述べさせていただきます。ただ、カモメの作中、引用をはじめ、私の名前とそして名前からまるで伝説だけを聞き、私と一度も会ったことない人が何かの会で私の気味悪そうに、また不思議なものを見るように何とも言えない失敬な視線でちらちら観察しているのを私はちゃんと知っている。私が川屋に立つとその背後で、なんだ太宰ってそんな変なやつでもないじゃないかと大声で言うのが私の耳にもちらっと入ることがあった。私はその度ごとに変な気がする。私はもうとうから死んでいるのにお前たちは気づかないわ。魂だけがどうにか生きて、私は今人ではない、芸術家という一種奇妙な動物である。この死んだムクロを60まで支え持ってやって大作家というものを目にかけてあげようと思っている。その死骸が書いた文章の秘密を究明しよったってそれは無駄だ。その亡霊が書いた文章の真似をしよったってそれもかなわぬ。に終わり。ここまで宮沢さんに読んでもらってよろしいですか。私はここの箇所がわからなかったが、ファースを読んでいて太宰は自分の永遠の不幸に突き落とそうとしたのではない。むしろ太宰という芸術家としてファーストの姿を見てほしかったのだ。傲慢式な読者に太宰という芸術家は悪魔に見え、戦火の中の兵隊さんには太宰という人物がむしろファーストの幻影に映ったのかもしれません。ファーストを第1部第2部の中間まで読み、改めてカモメを読んでかように感じました。以上。追伸。ちなみにゲーテの感想文はと言いますと、5年ほど前に村田清郷さんの作品で屋根屋という作品なのですが、ある屋根吹き屋が妻の死から神経衰弱になり、医師の勧めで日記をつけるようになり、いつしか自分の夢をコントロールして世界中駆け巡る。それも好きな女性にも夢のコントロールの仕方を教え、お互い夢の中で一緒に日本はおろか、世界中どこでもファーストの中のファーストとメフィストの行き先々の光景にやはりこの屋根屋という作品を読んで思い出しました。以上。終わり。ありがとうございます。ちょっと長かったあったんですけど、まあ、せっかく送ってもらったんで全部紹介しましたけども、これね、ファーストの話が出てきますよね。だからあのメフィスト、その戦地から送ってきた田中秀光にとってはメフィストフェレスだったんじゃないですか。誘惑したわけですね、ファーストたる田中秀光氏をね。それで自分から近づいて彼の心をもてあそんで、最後はね、後追い自殺させちゃってるわけですから、まあ後追い自殺っていうか何だったんですかね。太宰のことを恨んでたのかよくわかんないんですけども、そのこのメフィストフェレスとファーストの関係はあれですよ。これあの編集者と喋ってるところですね。冗談じゃない、この頃はまるでファーストです。あの老博士の書斎でのつぶやきはよくわかるようになりました。ひどく受けちゃったんですね、言うんですけども、まあ、自分がファーストを気取ってますけども、まあ、あの、学問をしようとして無であると思って自殺しようとしたってことですね。まあ、そうは言ってるけど、本人はやってることは小説の種として誰かに近づいて、その人の関係を自分の都合のいいように書き換えて、意地悪くカモメの中に織り込んでるってことを考えれば、まあ、どっちがファーストでどっちがメフィストフェレスかわかんないんですけども、まあ、被害者ずらすんで、いつも騙される方だっていう意識なんでしょうね、太宰にとっては。私がファーストで騙されてるのはメフィストフェレスにって。だけど実際はね、読者とか自分のファンを騙してる部分があるけど、なぜか被害者ずらするっていう。そういう人なんです、これね。だと思うんですよ。まあ、こういうこと自体に解魂があるんですが、解魂と告白と反省があるんですけど、言えば言うほど、そんなこと自分で言ったってね、でも、それを嘘をついていかないと生きていけないんですから、作家だから。だから、まあ、ゲーテはそういうつもりで書いてたわけじゃないとは思うんですけどね。ゲーテはやっぱ大作家ですから、真面目に
創作してたっていうか、まあ、大量に書いてますしね。で、太宰はね、やっぱりなんかアリバイ作りのためにね、書いてて、やっぱり最終的になんで死んだかって言うと、やっぱもう、書くネタがなくなったんじゃないかなと。才能が枯渇したっていうか、あんまり人騙しみたいなことをして、書いてたことに関して、まあ、自分がどんどん太宰になっていっちゃったですか。自分があまりに太宰になりすぎて、太宰らしい死に方をしなきゃいけなくなるっていうか、それで玉川で上司するっていうことになっちゃうんだよ。それ三島先生もそうだけど、最終的にその、滑腹自殺を実際にやるみたいなね。小説のケリをつけられないから、なぜなら自分が小説の主人公になっちゃってるわけですね。どう書けば書くほど。もう、手塚治虫先生のベレー帽が頭から取れなくなるのと一緒で、逆立ちしても。魚くんの帽子が取れたら何になるんだって話と一緒で。もう自分のキャラを演じすぎたら、長い間演じたら、そのものになっちゃったんですか。もう物語の主人公そのものになっちゃって。それがもう、辛かったんじゃないですか。それに、終わりをつけたかった。でも、ゲーテはほら、基本的に全部フィクションとして、書いてますからね。全部フィクションですよっていうことで、そこが違うんじゃないですかね。作品とその、ゲーテ自体はメフィストフェルスになったわけでもないし、まあ、ファーストになったわけでもないんですよ。だからまあ、ニーチェってゲーテのことすごい持ち上げてますよ。まあ、高貴な精神ってことですね。まあ、文学の歴史伝統、だってファーストって、まあ、元ネタがあるわけですよ。なんか民話みたいなね。そういうものを自分の中で、まあ、新しい形式を作ったわけですよ。だってこれ、史劇ですもんね。単なる戯曲じゃなくて史劇ですよね。韻文で書かれてる作品で、まあ、新たな形式を作ったわけですよ、この人。だけど、太宰はなんで告白調の作品の主人公、語り手兼主人公みたいになっちゃって、それがもうそのマンネリ化してくるっていうか、それしか書けなくなっちゃって。で、書けば書くほど人のこと傷つけて、自暴自棄ですよ。自暴自棄を薬で紛らすとか、開墾の文学ですとか言うとか、言い訳もしたくないみたいなね。もうそれ以上先は言えないし、信仰についても語っちゃいけないとか。なんだかなんだ、もう自情自爆ですよ。この自情自爆は何の形式も生み出してないから、ただ牛の よだれのごとく自情自爆が続いてって、そういうことなんじゃないかなって思いましたね。まあだからそのギョエテことゲーテ先生と違うのは、ゲーテは新しい形式を作った天才ですよ。それはモーツァルトが天才だとかと一緒でしょ。だけど太宰は自分のことをもうストリートミュージシャンというか、お客とせいせいとか言いながら、政権好きしながら、こう、お客に説教しながらね、あげくなんか酒飲んで泣き出すみたいな、俺は卑屈な人間だとか言ってね、なんかそういうことをやる、なんていうか、そういう、安っぽいから、安っぽい景色を抜けられなくて、もうそっから変われないわけですよ、ある程度それやっちゃうと。もう、ケンちゃんパウダーみたいな。滑り芸みたいになってきちゃって、誰か突っ込んでくれないと成り立たなくなってきてということなんじゃないかなって思いますね、と思います。だからあのティンネイさんがそのファーストを読んだってすごいなと思いました。この作品からファーストについて、この作品の鍵はファーストであるって思ってね、第2部の中間まで読み進めていただいたってことで私感動いたしました。抱く読書会主催者料理につきます。ありがとうございました。だからファーストとメフィストフェレスの関係を、戦地の兵隊さん田中秀光と自分の関係に、まあちょっと重ねてる部分はあるんでしょうね。ということで。を感じました。ありがとうございました。詐欺帳。あ、詐欺帳っていうのか、左議長って言ってた。詐欺帳って、火祭りの漁師。九州の方で行う。
こっちでは詐欺町って言わないですね。どんど焼きって言いますね。どんど焼き。ワルブルギスの夜ってのは詐欺町なんですね。勉強になりました。ありがとうございました。自己陶酔とは違うんですか。自己陶酔でしょうね。自己陶酔ですよね。でも自己陶酔、私は自己陶酔する卑屈な人間ですみたいな形で、なんかフィオードルと一緒ですよね。自分で言ったことで自分で切れるみたいなね。あの自己陶酔しながら、なんかその自己陶酔してる自分を批判していくみたいな。なんだろうな、ナルシストだと思いますよ。極めて極めてナルシストだけど、ナルシストってバレないように同型を入れてくるわけですね。単なる自己陶酔だったらそんなにあれなんですけど、自己陶酔に同型が入ってきて、なおかつ世間に向かって怒るわけですよ。野島長老がフィオドルに言うわけですよ。世間に怒るっていうのは、怒ってると気持ちいいから怒ってんだって言って、太宰がこの世間に申し立てしてんのも、まあまあ怒ってるみたいなもんじゃないですか。で、気持ちよくなっちゃったんですよね、これね。と思いますよ。ありがとうございます。玉井さん×マチコイコールデジャブなんか前も坂道コロコロだかなんか曲がり道くねくねみたいな曲紹介してくれてますね。キラーチューンね。ありがとうございます。太宰はどうすれば太宰になりすぎずに生きていくことができたんでしょうね。いやいや、これはでもみんなそうなっちゃうんじゃないですか。多くの場合、日本の作家ってみんな自家中毒じゃないですか。芥川も川端も三島も自分で自分は演じ続けてそのものになりきってって終わってきますよね、大体ね。信仰の道に行くしかないでしょ。本当だってなんちゃってクリスチャンじゃないですか。なんて聖書の引用はするけど、まあ多くの場合信仰の道に行くっていうのはねありますよね。島尾敏夫とかね、安岡翔太郎とか、遠藤周作とか、みんなカトリックになって、カトリック、クリスチャンになってますよね、最後ね。日本で自分自身でいるって難しいんですよ、多分、すごい。おそらく。まあ、あとは永井荷風みたいに世間に背を向けて、生きていくか。志賀先生みたいに、まあ、徐々に書かなくなる。あんた、まあ、谷崎か。谷崎も世間に背を向けて創作の世界に浸りきってますね。まあ、下作作家みたいな。でも、あれか、太宰も下作作家みたいになりたかったんだけども、やっぱ人を巻き込んじゃうんじゃないですか。あの、谷崎先生は家族しか巻き込んでないんですけども、巻き込む範囲がほら、自分の文学のファンを巻き込むとかね。そういうこと、まあ、いや、あの、イブセマスジもそれに近いんですけど。完全な創作に行かないですよね。安倍工房ぐらいじゃないですか、完全な創作。というか、その、だって大江健三郎もそうですもんね。大江健三郎になっていっちゃってますもんね、あれね。どん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 。別の意味で。安倍工房だけは結構、創作形式を形式としてやってるじゃないですか。日本の作家ってなんかその自分のパーソナリティ売るようになっちゃうじゃないですか、多くの場合。大江さんも自分のパーソナリティ売ってんじゃないですか。なんか戦後民主主義を守るみたいになっちゃってるじゃないですか、最後の方。創作にそれが強い主張として入ってくるみたいな。あ、形式を作っちゃいないですよね。もうほぼ主人公イコール自分みたいな。まあ村上春樹もそうですけどね。もう自家中毒ですよ。もう、やれやれ、みたいな。村上春樹的なものに自分自身なってっちゃうっていうか。
結局、ほら、ラジオパーソナリティになっちゃってんじゃないですか、今。なんか月一で番組持って DJ みたいになっちゃって。DJ 村上春樹みたいな。ね、DJ 社長みたいになっちゃってんじゃないですか。DJ っていうのはディスクジョッキーってパーソナリティじゃないですか、あれ。ラジオパーソナリティってデメのパーソナリティ言ってる人たちでしょ。お前もそうだって言われると、私も、だから私も自分で怖いですよ。どんどん、自情自爆になってって。ねえ。ある日女性の下着をつけて、メイクして人前に現れるかもしれない。自己陶酔の果てに女装し出すみたいなね。なんかそういうことやってると自己陶酔が激しくなると、何かそういう世界ですよ。まさか誰かと上司するってことないでしょうから。ね。怖いです。西岡澄子さんみたいな、西岡澄子だよとか言いながら SM の格好してるうちにやめらんなくなってくるわけじゃない、ああいうのも。ね、最初に、もう、最初にファンを掴んだ時の何かになりきっていくしかないでしょ。と思いますね。志賀先生はまあ徐々に書かなくなったってことですね。書くことがなければいつまでも書かないって人ですから。別に。知らぬ間に気づいていた自分らしさの檻の中でもがいてるなら太宰だって、そう、僕だってそうなんだ。名もなき歌。ミスチル。ミスチル。村上春樹さんの声はすごく渋くてよかった。あ、いいですよね。私もたまたま車に乗ってラジオつけたら村上春樹さん喋ってました。落ち着きのある感じの声ですよね。まあでも、今までああいうことやんなかったじゃないですか。急にもう70過ぎてどうでもよくなったのか、ノーベル賞ももらえないって分かったから気取る必要がなくなったのか、自分のパーソナリティで積極的にメディアにさらせるようになってきましたよね。ま、もうでも誰も批判しないからでしょうね、もうね。もう誰も村上春樹の批判なんかしないじゃないですか。批判するお前の方が読めてねって話になってきてるから、もう世界中が認めてんのに何言ってんだみたいな。負け惜しみ、負け犬の遠吠え見ていいじゃねえかって話になってる。こんばんは、村上春樹です。ただ、モノマネできないですけど。まあ、だからあれですよ。やっぱ、ギョエテ先生には自己陶酔はないですよ。ギョエテ先生のあれ、あるじゃないですか。いい作品。エッカーマンと撮った、なんだっけ、ゲーテとの対話とかいう本。もうなんか、イチローみたいですよ。女子高生相手に、150キロ投げるみたいな人ですから。まあ、一郎は単に女子高生が好きだからやってんのかもしんないって疑惑がありますけど。新しい作家たちに自分の創作の秘訣とか、丁寧に教えてますよ。私、岩波文庫のゲーテとの対話ってチラチラ読みましたけども。ごく、なんか、まあ、手塚治虫みたいですよ。手塚先生。帽子が本体になって、帽子が本体。手塚先生はもうベレー帽が本体になってって言ってますから。ゲーテはでもね、もう王貞治みたいな、なんかもう。一本足打法作り上げたみたいな。そういう感じですよ。新たな古典になったっていうかもう。書いてる時から古典だったみたいな人ですよね。だと思います。ダザヨさんもゲーテとかシラーとか好きですよね。よく引用してくるし。で、あとなんだっけ。あ、これか。読んでもらって、ここの箇所は分かんなかったっていう。まあ、ダザイ、ほら、みんなダザイの伝説だけを聞いて、ダザイってこういう人だって思って、ダザイってそんな変わったやつじゃないじゃないかって大声で言うわけですよね。でももう、とうに死んでるからお前たちが気づかないんだと。魂だけがどうにか生きてって言ってるんですけども。でも文章の中では激しい自分のキャラが濃くなっていく、エスプレッソみたいになっちゃってますよね。だからほら実際会った人は意外と太宰っぽくないなと思うわけですよ。で、文章の中ではもう本人がもう実際の本人と乖離して凝縮されてってるから。それで60まで支え持って大作家形式を作る人ですよ。だけど結局、自分の作った太宰像に自分が侵食されてって、
侵食されてって死んじゃったじゃないですかね。もうその、まあ、亡霊だ、自分のこと亡霊だって言ってるけど、もうだからあれですよ、 SM キャラで女王様役で出た西岡澄子みたいな感じで、もうどっちが本当の自分だか分かんないで、もう今お母さんの認知症のお母さん介護してる自分が本当の自分だみたいなこと言い出しちゃってますけど急なキャラ変更がねできるのかって問題あるんじゃないですか。だけどもあれですよ、できない人はもう辛いですよ。もうずっとそれでやっていかなきゃ、ゲッツとかずっとやってなきゃ、スギちゃんだぜ、ダサいだぜ、ワイルドだろう、ブライだろうみたいなずっとやってなきゃ、それをずっとやるにはちょっと繊細すぎてきつかったんじゃないですか。そういうことを書いてんじゃないですかね、このちょっと陳年様わかんないって言ったとこは。本当はまあキャラが出来上がっちゃってて本人が違うっていうことで初対面の人は思うけども、まあでもゲーテみたいな大作家になってやるっていう、でその死骸が書いた文章の秘密を究明しよったって、それは無駄だって。まあ自分だけの形式を芸術家として作るんだっていう意欲があったんだけどもできなかったんですよ。ということじゃないか。まあ、ファーストっていう先生も、学問としては、だからなかったんでしょうね。凡庸な人だから、才能が欲しくて、メフィストフェレスと、賭けをしたんですよね。太宰も、新しい文学の形式を作ろうとして、悪魔と契約したんですよ。だけど、悪魔に食われちゃったんですから。太宰は優しい人だと想像しています。本当はとても穏やかで、いつも微笑んで、でも不器用でヒエラルキーや権力に無縁な人、本当に推しのカモメのようだった。私のおじちゃまとそっくりだから。そうかもしれないですね。そうなんだ、なんでしょうね。だけど文章の方は、なんだろう、作り上げたキャラが、あれですよ。まあ、人間失格にも書いてあるじゃないですか。まあ、サービス精神が旺盛なんですよね。そのうちサービス精神で作った自分のキャラに中毒していっちゃった、自己統制が激しくなって、もう、それは結局その帰りを、まとめるためにヒロポンとか打っちゃうんじゃないですか。ずっと同型を続けなきゃいけないとなるという、薬物に頼るしかないんでしょう。上げていかなきゃいけない。もう無理して気持ち上げていかなきゃいけないっていうか。そんなこと思いました。じゃあ、陳年さんありがとうございました。じゃあ、続きまして、メルマガ読者、千歳飴さん。自分でいることの難しさ。今回の課題図書、カモメは、作中の私が太宰治であると書かれていたので、小説というよりエッセイだと思って読んだ。太宰治にはどうしても言いたいことがあって、でも自尊心が低いため一旦恐れて沈黙し、それでもやっぱり芸術を作り続けようとする気持ちが伝わってきた。戦争になるとアーティストは活動しにくくなる。自由に描けなくなるのは検閲が厳しいということもあるが、この作品で取り上げられている問題は戦争や検閲とは別な障害物があって、人から表現の自由を奪うってことだった。別の障害物とは自分以外の人のスタイルを模倣することだ。引用をはじめ。私が生体さんの小説を読む。悔しいことに良くないのだ。ご自分の見たところのものを語らず、ご自分のかつて読んだ悪文学から教えられた言葉でもって戦争を物語っている。戦争を知らぬ人は戦争を語り、そしてそれが内地で、バカな喝采を受けているので、戦争をちゃんと知っている兵隊さんたちまでそのスタイルの模倣をしている。言い終わり。表現するとき、世間の称賛を受けている作品を模倣したこの兵隊さんの心情はよくわかる。私自身が経験したことについて確実にしていないであろう人が語っていても、それがカリフォルニア大学マサチューセッツ校オックスフォード教授の論文ですと言われたら信憑性があるような気がする。その上世間で一般化していると真実のような気がする。それを自分の中にインプットしてアウトプットするのは表現の自由を捨てているようなものだろう。自制を思いんばかって当局から目をつけられないように表現にブレーキをかけるより重症だ。引用はじめ。
大げさな身振りでなくともよい、身振りは小さいほどよい、花一輪に託して自分の自己の偽らぬ感激と祈りを述べることがよい、きっとあるのだ、全然新しいものはそこにあるのだ、言い終わり。この部分は自尊心の低さも恐怖も消えていた。太宰の芸術論を聞いている生徒のような気持ちになった。他は作品全体に卑屈さが漂っていて、解き伏せようとする姿勢も控えめだったが、内地の戦争を知らないのに書いている作家に対しては、戦地に行っていないあなたの感想ですね、と抗議する姿勢があった。だが、太宰治はそんな時でも夜付けして論破して流飲を下げるをやろうとしてないように思った。カモメは餌を丸飲みするけど、終わり。ありがとうございました。ここですね。花一輪に託して自己の偽らぬ感激と祈りを述べることが言うとかね。こういうことは他の作品でも言ってますよね。なんかほら、ほんとキリギリスって作品もそうじゃないですか。表題作の。最初はなんかその、シャパンヌだか、なんとか、フランスの自然主義画家みたいな。だんだん芸術家ぶり出して嫌になったっていう話ですよね。キリギリスだけど、本当はコオロギだみたいなね。なんか。だけどまあ、本当はね、素朴な気持ちを自分のささやかな形式に、新しい形式に載せりゃいいのに、まあサービス精神で同系をやってしまうっていう、それが卑屈さとかになっていくんでしょうね。サービス精神とか。まあでもみんなね、人の文章なんかだって作曲とかしたってみんな似て、な強制的同質化っていうね、グライシャルトゥングって言葉がある、じゃないですか。みんな似てくるんですよ。あの、作品が。似たような文章、村上春樹が流行れば村上春樹みたいな文章をみんな書いちゃうじゃないですか。だから、なんか、お笑いだって今ダウンタウンが流行るらダウンタウンっぽいシュールなネタが流行るみたいな。もう間とか似てくるし、漫才の間とかね、全部。で、人色になっていくわけじゃないですか。で、多くの場合、現代社会、大衆社会ってのはその、みんなが似てくんですよ、どんどん。同じ情報を得て、同じ答えを出してくるから。同じものを学んで、同じインプットして、同じアウトプットするから。で、一人で掘り下げて独特のものを作るみたいな時間も、根気も、孤独に耐えられる精神力もないもんですから、みんな似たようになっちゃうんですよ、これ。で、結局その似たようになるっていうのは表現の自由を捨ててるんですよね。まあ、当局が検閲したり何とかするって話じゃないんですよ。自分だけの形式を作るっていう自由を自ら捨ててんですよ。やっぱ自由からの闘争でしょ。で、売れてる、一発売れなきゃいけないって言って今の流行のフォーマットに乗せて作るわけですよ。やっぱし。ね。花一輪に託して偽らぬ感激と祈りを述べるなんてやったって、スルーされるのに耐えられないからね。今日もうすでにあるフォーマットに、卑屈に寄せていくっていうか、なっちゃうんじゃないですか、やっぱ。ウミネコも、カモメも、ね、似てるじゃないですか。ウミドリってみんな似てんじゃないですか。ウミドリ自体がその、ユリカモメもカモメも、ウミネコもみんな似てる。鳴き声が若干違うかもしれないですけど。見分けなんかつかないわけですよ。ね。で、なおかつ、表現もして、泣きもしないから見分けもつかねえってことを言ってんのかもしれないですね。だんだんそうなっちゃうんですか。強制的同質があってそういうことですよ。カモメってのは強制的同質化のことなのかな。自分でいることは難しいんですよ。外が頭から見りゃ、オシのカモメ。まあ、カモメが泣かないカモメであるぐらいの個性しかないみたいなね。と思いました。じゃあ、ありがとうございました。ちとせあめさん。人間の心地よさってのは大体一緒ですからね。
みんな同じですよ。いろいろなラーメンがあったって似たような具が乗ってるわけじゃないですか。ね。いろいろなハンバーガーがあったって、なんで、パンに挟んであるのっていうのは変わらないっていうか、新しい形式作るわけじゃないですからね。作家って大変やね。作家、まあなんか物を作り出すってのは大変なことですよね。個性的になろうとすることが没個性につながっていくんですか。個性的になる、世間に受け入れられる程度の個性でしかないでしょ。なろうとする。本当に孤立した個性だって強靭だと思われますからね。そこそこ薄めた個性になるわけじゃないですか。みんな、個性なんか教育、できるわけないんですよ。あるとしたらもう生まれた時からあるはずだから。まあ私最近ね、大衆の反逆読んでて、たまに雑談で喋ってんですけども。まあ連続性がなくなるっていうのは、個性的になるより連続性が必要ですよね、人間の歴史の。だって文学には文学の歴史があるわけじゃないですか。形式。それをほら、アップデートしてるわけじゃないですか、文学って。それは元はギリシア悲劇とかから来て、まあ詩から来てんでしょうけど、まあホメロスね、オデュッセイアとか、イリアスとかオデュッセイアとか、あるんじゃないですか、みんな。ギリシア、ラテンの文学伝統の上に近代文学が出てるわけじゃないですか、欧米で言えば。日本だとやっぱりほら、漢文とか漢詩とか、花鳥風月を愛すみたいな形式があるわけじゃないですか。で、それに自覚的に書いて、新たなその形式を作り出すっていうのが一文豪ってことなんでしょう。で、ダザイってほら、ゲーテとかシラーとか、長女をつまみ食いする割には、全部告白帳、演説帳じゃないですか。だってすげえ、なんかスビドリガエルフとかね、ラスコールニゴフとか、なんかポルフィーリとか、いろんなキャラクター書き分けてるわけでもないし。で、出てくるのは、ささやかなキャラクターしか出てこないじゃないですか。まあ、この作品なんか出てこないですけども、戦地の田中秀光をモデルの兵隊さんぐらいですけども、まあ人間失格で言ったって、堀木とかね、ヒラメとか、2、3人しか出てこないわけですよ、そのキャラクターとして出てくるなんて。で、なんか自分が傷ついたみたいな話ばっかね、近地散策というかもう、人に迷惑かけて生きてるみたいな。だって基本はそうでしょ。何の形式でもないですよ。どんどん私小説に近い、もので、なんかまあ、ちょこちょこ、まあ、走れメロスみたいな純粋な創作だって結局シラーの詩から、まあ、作ってるから、別に新しい形式でもないし。レトリックはありますよ、レトリックはね。で、文学伝統の上において新しい形式を作ることが個性だとしたら、太宰はそんなに個性がないんじゃないですか。自分のキャラを作ったっていうことを、個性はありますけど、太宰治ってキャラに作ってそこに溺れてったっていうのはありますけども、まあ手塚先生もそうなんですけどね、手塚先生って世界文学を漫画で書いたみたいな人だから、結局ほら文学とか映画の中からね、漫画ってジャンルを作ったぐらいでしょう。だけどまあ広範囲に新しいこと漫画に入れてるから、表現の上で一応天才にってことになってる。漫画家から見れば天才でしょうけども。映画とかね、文学をやってる人から見れば手塚治虫っていうのはなんかちょこちょこ映画とか文学から寸尺詐欺やってる人だなとしか思われないでしょうね。それ偉大なのかって、偉大なのかってと、どうなのかって。立川談志さんがすごい手塚治虫先生を尊敬してましたけどね。落語と漫画はでもジャンルとして似てますからね。そんなに、まあ、たかだか、幕末ぐらいからの歴史じゃないですか、やっぱ。伝統って言っても。漫画だってそんな、戦前、大正時代ぐらいからですから。そんなに歴史がないから、一人でいろいろできちゃうでしょうけども。そういうことじゃないですか。まあ、ゲーテは違います。ゲーテはやっぱギリシア・ローマの伝統を踏まえて、新しい景色作った人じゃないですか。天才です、天才。
じゃあ天才って意味での個性ですよ。天才以外の個性なんて個性と言えないんですよ。ただキャラができたぐらいでしょ。学校で友達が喜ぶ面白キャラぐらいな感じじゃないですか。それをもって個性だって言ってたら個性なんてつまんないですよ。極めれば極めれるほど没個性になってくるでしょ。学校の人気者程度で終わってくるでしょ。ということですね。世間に受け入れられたくてもいい覚悟があればいいのかね。いや、まあそういうことじゃないんですけどね。新しい形式を作って、それをスタンダードにしていけば、その時は世間の方が変わってんですから。世間に迎合して野球の球で行けばストライクゾーンに置いていくようなことをやってしまうと、やっぱそれはホームランバッターに打たれます。やっぱみんな運ばれちゃいますよ、スタンドに。往々にして個性的な人っていうのはまあ寄せて置きに行ってますから。どういうことなんじゃないですか。まあ見たことのないフォームから投げてくるとかね、野球でね。もうお尻の穴に高級を入れておならで飛ばしてくるみたいなね。異次元のことやる。それで200キロぐらい出してくるとか。天才ってのはそうですよ。新しい形式ってそうですよ。投げ方が違うみたいな。ということです。天才になれば自由になれる。自由って新しい形式を生み出すことは自由なんでしょう。人間の表現の幅を広げるんですから。新しい形式によって。ということなんじゃないですか。じゃあ、ありがとうございました。ちょっとすいません、ありがとうございました。じゃあ、続きです。メルマガ読者、ホヨさん、終着駅。副題の、ひそひそ聞こえる、なんだか聞こえるとは、一体何が聞こえてるのだろう。普通に読んでしまえば、記者の誤音と同様の記者が聞こえてくるということで間違いないと思う。誰しも子供の頃の動揺が耳に残っていて、ふとしたことで頭の中に鳴り響くことがある。私の場合は、陶器山に日は落ちてが響いてくることが稀にある。あと、呼び込み君の BGM とハードオフの BGM が脳にこびりついてます。まあ、それはそれとして、この記者に対してベールの向こうから迫り来る何かを連想させる。やはりそれは戦争のことではないかと思う。自身のやりきれない思いのトロの最中、戦争の話が少し出てくる。また、本作品の最後には炭がなくなるという会話で終わることから、これからの悲惨な戦時体制を匂わせるような作りになっている。事実、この小説は1940年に発表された。その次の年、1941年にあの真珠湾攻撃がなされ、日本は太平洋戦争と飛び込んでいってしまう。もしのカモメが本当に叫びたいことは何か、もしかしたら戦争へと向かう愚かな記者にブレーキをかけたい、その一心なのかもしれない。太宰は嘘つきだ、書いてあることもまともに受けてはいけない。太宰はテレ屋だ、戦争反対などというヒューマニティは口が裂けても言えぬ。太宰は卑怯者だ、非国民と罵られるのを恐れ、星のカモメになりたがっている。だが戦時の日本で戦争反対なんと言ったら、半ばどころ、半気違いどころの騒ぎじゃない。彼に現実的にできることといえば、黙って見守ることしかない。太宰のことをヒョードル張りの人格破綻者だと勝手に思っていたが、もしかしたら根は善良なのかもしれない。ヒョードルだって万死に値するほど悪い人ではないですしね。終わり。ありがとうございます。記者の話が出てくるんですけども、まあ、記者に乗ってる夢だっけ？頭の方に出てくるの。なんだっけ？どうだっけ？私は寝る枕の下にすざましい車輪シックの共感けれども私は眠らなければならぬ。私は醜態の男である。何の指針も持っていない様子である。私は波の動くがままに右に揺られ左に揺られ武力に漂うあの群衆の中の一人に過ぎないのではなかろうか。そして私は今なんだか恐ろしい速度の汽車に乗せられているようだ。この汽車はどこに行くのか私は知らない。まだ教えられていないのだ。汽車は走る。ゴーゴー音を立てて走る。今は山中、今は浜、今は鉄橋、渡るぞと思う間もなく、トンネルの闇を
通って広野原、どんどん過ぎて、ああ、過ぎていく。まあ、汽車っていうのは、やっぱ日本の近代化なんじゃないですか。科学技術の象徴っていうか、デモクラシーと科学技術が発達して、時代がすごい勢いで、でまあ、帝国主義とか資本主義が発展していくことを汽車って言ってんじゃないですかね。だと思います。陶器山に日が落ちてって前、太宰の作品で誰か、新年さん紹介してくれましたね。あの時一回流したら著作権違反ですって、この前来てびっくりしました。だから今日は流しませんけど。あと、呼び込みくんの BGM。ドンキホーテの焼き芋コーナーの、てててててて、てて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 ってやつですね。あれが思い浮かんでいくんですか。ちょっとハードオフの BGM はよくわかんなかったです。まあ、リング貼ってあるんで、聞いてみてください。1時間耐久呼び込み君 BGM ってのありましたよ。店頭で流す用のやつがアップされてた。まあ、汽車っていうのはなんかあれでしょう。まあ、近代化が進むってこと汽車って言ってんじゃないですか。どん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 進んでいくっていうか。近代化が進むってことは何なのかって、まあ、まあ、時間空間的に拡大して、まあ、大日本帝国、大東亜共栄圏みたいなの作ってみたいな、満州鉄道みたいな どこまでも引いていくみたいなイメージなんでしょうね。戦線が拡大されていくってこと。記者の拷問って言ってんだと思いますよ。だからどこに行き着くか分かんないところに乗せられちゃってんだってことですよね。戦争が始まっちゃってますから。で、俺はまあ戦争のことではないかと言って書いていただいて。まあ、芥川龍之介のトロッコってあるんじゃないですか。軽便鉄道でしたっけ。それ、敷設してる時にトロッコに乗って、知らないところに連れてかれちゃって泣きながら帰ってくる男の子の話ね。大体ほら、近代化っていうのは、インフラ整備ですから、まあ、フォークナーの熊とかもね、最後、材木工場ができて線路が引かれて終わってくんですよ。伝説の熊が死んで。あれとか、まあ、ね、その、芥川のトロッコとか、まあ、最近やったとこでは、島崎藤村の、千曲川のスケッチの中に、列車が来たら、生えたことのない雑草が、種が運ばれてきて生えるようになったとか言ってね。まあ、列車が、交通網が発達してるからコロナウイルスが世界に広まってるっていうのはありますから。まあそういうことでしょうね。で、みんなコロナにかかってる。まあでも同じですよ。みんな個性が似てくるっていうのも同じですよ。みんな受け取る情報、受け取るウイルスとして考えればみんな同じ病気にかかって同じような症状が出るみたいなね。そういうことを鉄道の比喩で言ってんじゃないですかね。汽車の比喩で。それが寝てると枕の下に聞こえてくると、で止めらんないって話ですね。でも最後はその汽車を待つって書いてるんですよね。まあそれではなおかつ自分たちは声を上げることできない忍野かもめの群衆だってこと言ってるのか。で汽車の行方や獅子に任せよって言ってるんですね、これ最後にね。ということです。それについては私が感想文に書いたんで、後でご紹介します。まあ、なかなか表現に規制があるとこで、いろいろ書いてるんでしょうね。と思います。呼び込みくんの曲だけ聴いてみるか。せっかくだから。チープな音。でもちょっと一回聞くと忘れられねえフレーズだな。ありがとうございました。じゃあホヨさんありがとうございました。まあフョードルに、まあ、似てるっては似てるんですけども、まあ、いやドステスキーはやっぱもっと深く
まあ宗教の扱い方もこんな、なんだ、マタイの福音書だけずらずら引用するなんていうことしないですやっぱ。信仰が試されるみたいなね。女子馬長老が亡くなったら死体が腐りやして、フェラポント神父が来て、あいつは偽物だから早く腐るんだとか、ね、なんかつって、難癖つけてきてみんな、そうだそうだって心の中で思っちゃうみたいなね。ああいう話書いてあるんじゃないですか。だからもうちょっと人間のその自己正当化とか自己陶酔とか、すげえいろんなキャラクターで描き分けてますけども、フィオドルばっか書いてるわけじゃないですかね。イワンとかアリオシャとか、ゾシマチョロとか、いろんな人の人格の、なんかその、破綻してる部分を、まあ自己正当化を書いてますからね。ダザイは自分の自己正当化しか書いてないから。多分。ありがとうございます、チープな曲がかかると目の前のものがいいものに見える。チープなものを曲がかかるとドンキホーテの焼き芋が美味しきそうに見えるんですかねなんかドンキホーテの端っこで焼き芋売ってんじゃないですかこの曲かけながら、なんかでも縁日感があるんですかね。晴れの期間が縁日で敵屋が焼き芋売ってるみたいな、なんか焼き芋屋ってほら回ってくんじゃないですか。結構チープな音流してるんじゃないですか。やっぱあの高音域のチープな音っていうのは何です、警戒音みたいなもんで聞こえちゃうんじゃないですか、ね、金曜日の深夜0時に呼び込みくんっていう曲だってことも知らなかったですもん。私もじゃあ放送最後、放送しながらマグカップを宣伝するときは呼び込みくん流すか。ね。サッカーな、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 もう食べると、頭とか、魚売りはずっと流れてますね。いや、やだな。すり込み効果だ。ありがとうございました。じゃあ、続きまして、メルマガ読者エバタさん。信じてもいいんですか？例えば自分の家族という小さな組織、社会の中で圧力やトラブルが生じたとき、素直に自分の悪かったことを認めるのではなくて、はいはい、私が悪いんでしょと、自分はわざと低い位置に置いて不満をごまかし、問題を早期収束させてしまおうとするところが良くないと思いつつ、未だにやってしまう自分がいるのです。福音書だとか、中村はじめ先生のブッダの言葉シリーズを読んでいて、自分は自分、他人よりも偉くなければ劣ってもいないなんて思ってもセルフマウンティングをやめられない、カモメの私のように、引用はじめ。いずれ死すべく自分と折り合いがつかない人、そういう人を私はどう定義するかっていうと、付き合いにくい人っていうんです。自分と折り合いがついてない人ぐらい付き合いにくい人はいないんです。自分のことが受け入れてない、分かってない人が不安を受け入れないのは当たり前の話です。中略。それを受け入れていない人が至るところで壁を立てて自分の安全を守ろうとする。外側に物を押しやることになります。だから組織の壁を打ち破ろうとするなら、まず自分自身を受け入れなさいよ。養老孟先生と茂木健一郎先生の講演より。これはリンク貼ってありますんで。すいません、ちょっと追加避けちゃった。私は兵種だから、だからなんだよ、人を騙して自分を騙して壁を作り、酒、セックス、ドラッグ、セックスに浸り、おどけて作り笑いをして暮らしてるんじゃねえよなんてお説教できるような人間では私はありません。だって私は養老孟先生がおっしゃるように、自分と折り合いがついていない、受け入れられていない、自分が自分の主人でないから、こうじゃないから、自由じゃないから。これ以上続けるとまたセルフマウンティングになりそうだからやめよう。そしてふと思う。悪役レスラーは私生活でも傍若無人か。ドンパチで人がたくさん死ぬ映画を作る監督は異常者なのか。太宰治という人も当作品のような私のような付き合いにくい人物なのだろうか。と会ってみたら意外と普通だったりしないのか。私は太宰治を信じない。この感想文を書いている私は多分バカなんだろうと思う。本当に以上。終わり。ありがとうございました。自己卑下っていうかね、セルフマウンティングっていうか、まあ、道化ですよね。
会社にもいますよね。私頭悪いんでっていう、なんかミスあると私頭悪いんでっていう人って、あれもすげえ悲しい言葉だなと思うんですけども、会社っていうか パートの人とかね、アルバイトの人で、私頭悪いんですいませんって言って、私頭悪いんですいませんって謝り方もどうかと思うけども、もう結局自分で自分を貶めて問題を早期収束させるムーブですよね。それで切り抜けてきたから二言目にはそれが出てるっていう構造になってんだろうなと思うと、悲しい言葉だなと思いますけども、まあ自分と折り合いのつかない人は付き合いにくい人だって、俺なんか聞いたことあんな、この話でも養老先生言ってるね。自分と折り合いつけんの、まあ私は哲学っていうのは自分と折り合いをつけるために言葉を紡いでいくことだと思いますけどね。私がなんで哲学に興味があったかって言うと、やっぱ自分に折り合いがつかなかったからですよ。いや、キルケゴールの死に至る病なんて一生懸命やんだのは、自分に折り合いがつかない、あれですね。それはなぜかというと、その、来週やるドストエフスキーの話、女子町放浪がなんで修道僧になったかっていうのは、あんじゃないですか。なんかほら、つまらない些細な欲望を一生懸命追いかけるのは自分だと思ってたわけですよ。だからほら、自分の兄貴がある日いきなりコンバージョンしたわけですね。転校っていうか、回収っていうか。ある日その自分自身に折り合いがついた時に信仰の道に入っていくってこと言ってますよね。信仰を得るって自分に折り合いがついていく。自分の祈りとか人を許すとかいう形で自分を受け入れるっていうか、自分のことを祈ってなかったり自分のことを許してないから外に欲求が行くわけですね。こんなようなこと言ってましたね、養老先生もね。外に欲求が行くってのは自分に欠落があるから外に欲求が行ってるんですよ。で、信仰に落ち着くっていうのはほら、外に行ってた欲求でごまかしてた自分を、まあ自分の内面にそれ、いくら外に求めても満たされないもの、まあ、自分の欠落の方にあるって気づくってことですね。まあ仏教のやってることもそうですけども。まあ来週やるそのカラマゾフの兄弟はとりわけ、ゾシマ長老が、修道僧になって、お坊さんになっていく過程でそういう心境変化が起こったんですよってことが書かれて、で、なおかつ後半出てくるミーチャっていうのは外に何かがあると思って一生懸命探しに行く人なんですよ。で、自分の心の中見えてないわけですよ。で、とにかくもう自殺願望みたいなものを感じながら暴れまくるわけですね。散財するわけですよ。お金いっぱい抱えてどんちゃん騒ぎするみたいなとこで。で、最終的に気づくんですよ。自分自身の欠落みたいなね。だから、まあそういうこと書いてますね。来週それやりますんで。で、じゃあまあ自分に折り合いつけていくとこにキリスト教があるんだって話ですね。まあイエス・キリストっていうのはそれ十字架にかかったっていうのはなんか世間と自分に折り合いをつけて罪をあがなってくれたっていうことなんですね、あれね。折り合いがつかないことは絶望で罪なんですよ。それはでもキリストっていうのは絶望とか罪を全部、人類の絶望すべてを引き受けて十字架にかかってくれたから、もう我々は折り合いがついてんだと、信じれば折り合いがつくんだっていう宗教なんですよ、あれは。私がざっくり言うと。まあ、でも、太宰もマタイの福音書引いてますから、そういう気持ちにはなると、信仰で折り合いつけようっていうところもあったんでしょうけど、最終的にはそうならなかったですけど。ということですよね。まあ私は太宰を信じない。ね。それはそうだと。やっぱり、やばい人。バベリックエナミーですよ。太宰治の同じですよ。キングコングの西野さんとは、オンラインサロンみたいなもんですから。オンラインサロン太宰治みたいな感じですからね。信じちゃうともうね、大変ですよね。ダザイってキャラを演じてんですからね。それを信じてもやっぱ振り回されるだけですよね。でも自分に折り合いがつかない人はダザイにはまっていくんですよ、やっぱね。ダザイが被害者ずらしてキリスト教
キリストイエスキリストみたいな格好して頬杖ついてるからやられちゃうんですよ、ね、ありがとうございました。どうことでした。うん、まあでも信仰に至る道って自分と折り合いをつけていく。宗教っていうのは自分に折り合いをつけるために何かを信じるっていうね。何かを信じるは折り合いが、まあその信じるレベルがどのぐらいのレベルがっていうのはいろいろありますけども、単なるカルト宗教にハマって出家して、そんなもんは、折り合いがついたと言えないんでしょうけども。まあ、本当ありますよ、宗教の問題はね。日本の場合はやっぱあれなんですよ、天皇陛下万歳ってみんなで、手や、万歳するとこで折り合いつけるっていうか、死のう万歳みたいなのがあるんじゃないですか。ね、やっぱり強いところでは。ありがとうございました。ひたすら内省しないと見つけられない自分。まあ、宗教における修行ってひたすらな内省ですよね。禅だとずっと壁に向かって座禅するとかね。もうありますしね。まあ、経典宗教であれば聖書を読むってことでしょうね。って考えることでしょうね。まあ、あと祈るってことか。内省なんかしなくて祈るってことですね。自分のために祈り、人のために祈るみたいな。太宰の作品以外で道家の出てくる面白い小説があれば教えてください。道家のカラマーゾフの兄弟じゃない、フィオドル。フィオドルは道家でしょ。じゃないですかね。ドストエフスキーの作品やばいやつばっか出てきますからね、やっぱりね。どうしようもない、痛々しい人が。地下室の手記とか痛々しいです。じゃあありがとうございました。バタさん、じゃあ、最後私です。日本の近代精神の終わり、カモメの読書会を行うにあたってウィキで調べたら、戦地から小説を送ったのが田中秀光であると知った。彼が戦後太宰の上司後に墓の前で後追い自殺した作家だとは知っていた。しかしウィキを読むまで田中秀光が戦地から鍋鶴という作品を送って、太宰がカモメに書かれた通り、その作品を雑誌掲載のために、その作品の雑誌掲載のために奔走し、田中の創作活動を精一杯励ましたという経緯を知らなかった。田中秀光を励ましたことで、太宰のこさえてしまった文学的な因果の恐ろしさを思わずにいられなかった。二人の関係は作中で引用されるファウスト博士とメフィストフェレスの異共依存関係に似ている。私は最近自家中毒というのをよく考えるのである。医学上の自家中毒とは意味が違う。自分の演じていたキャラクターに自分が侵食されていくという自己欺瞞の膨張によって人格破綻していくことを私は自家中毒と呼んでいる。太宰は小説を書きながら自分の作り上げた太宰自身になっていったのである。それが人格破綻でなく何であろうか。作家はどうしても創作したものに自分自身を寄せていく。自分の表現したものそのものになってしまう。筆を運びながら作品の中で客観的に描き出した自分の姿にその後主観的に寄せていくのである。引用をはじめ、では あなた一体と客はもう私の煮えきらなさに腹が立ってきた様子で誤調を改め、小説を書くにあたってどんな心情を持っているのですか。例えばヒューマニティだとか愛だとか社会正義だとか美だとか、そんなもの分断に出てから現在までまたこれからも持ち続けていくだろうと思われるもの、何か一つでもありますか。あります。開墾です。今度は打てば響く会長を持って即座に応答することができた。解雇のない文学はへの河童です。解雇、告白、反省、そんなものから近代文学が、いや、近代精神が生まれたはずなんですがね、なんですね。だから、またどもってしまった。なるほど、と相手も乗り出してきて、そんな潮流が今、分断になくなってしまったのですね。それじゃあなた、梶井元次郎など好きでしょうね。引用あり。丸山正は、近代日本の知識人の中で、戦後の知識人を自責の念で連帯させた海魂の共同体のことを解説していた。太宰はすでに戦中に海魂の共同体を先取りしてリードしていた。海魂の文学が太宰だった。
だからこそ戦後にいち早く海軍の共同体のアイコンとして時代の寵児になったのだ。戦後文学から海軍がなくなって久しい。海軍がないのだから近代精神もない。日本の近代文学が終わったと言われて久しい。それは日本の近代精神の終わりである。日本の近代の歴史的連続性を失って日本人はみんな途方に暮れているのかもしれない。太宰が今も漱石や外とは違った意味で熱心に読み継がれる理由は、戦後を生きる日本人が忘れてはならない海軍を読者に押し付けて日本の近代精神を何らか思い出させてくれるからだ。俺たち終わっちゃったのかな、小真似なんて余ったれた口調で茶化しながら、日本の近代精神の終わりを自覚して途方に暮れているキッズリターンなおっさんの私も、もはやはっきり日本の戦後史に埋没したてめえの人生の海軍のうちに生きるしかないのだが、まだまだ決心がつきかねる。引用はじめ、記者の行方は指示に任せよ。待つという言葉がいきなり特筆対象で額に光った。何を待つやら私は知らぬけれども、これは尊い言葉だ。引用終わり。待つとはいう言葉は一体何を待つのか。終わってしまった近代日本精神の復活をだろう。近代日本を行き先のわからぬ記者に例えたのだろう。指示とあるから 彼らの維新の指示のこさえた近代精神の復活を待つ。きっとそうだ。そのために海魂を水たまりの中の一辺の雲のように済ませて、自家中毒しないようにやっぱり待たなくちゃいけない。太宰の文章は甘ったれてるが、その甘えは私のものであり、自家中毒の甘さであり、だからこそ心に染みる。終わり。ということでした。まあ記者最後ね、記者の行方は指示に任せよっていきなりこういう言葉が出てくるんですけども、まあ日本の近代精神っていうのはあると思うんですよね。歴史的連続性っていうか、それがやっぱりうまくいかなかったわけですよ。戦争に負けて、まあ超国家主義っていうかね、天皇陛下万歳的なものが、まあ戦争に負けたら折れちゃった。まあこの時はまだ、これが書かれた時はまだそれが万歳で進んでた頃だから。でもほら、列車が脱線しちゃったわけですよね。で、脱線したところで近代精神も終わってしまったとしたら、まずいわけですよ、やっぱ。で、戦争への開墾で、一時、インテリとか文学者が、自責の念で連帯してた時期が少しだけあるんだけど、それすぐやめちゃったんですよ。なぜか戦後、まあそれ逆コースですよね。反共思想が GHQ からやってくれって言われて、まあ今日本の知識人っていうのは、反共ですよ。反共っていう、反共によって知事体制守るっていうことをやらされてますよ。それをもって権威主義って言うんでしょうけども。まあでも一時反省して、日本の近代精神をまた一から検討して、時代を作り上げていかなきゃいけないっていう気持ちがあったんだと思うんですよね。でもそれを忘れてしまうと、海軍がないと何が起こるかというと、歴史的連続性を失っていくわけですよ。まあ歴史修正主義ですよ。あの戦争は間違ってなかったと。実際負けたけど負けてないんだみたいなね。東京裁判一方的に裁いたから、俺たちは負けてないんだとか。まあ観念的にはそういうことを言って連続性作ることはできますけども。まあ反省しないわ。反省なんかもう誰も文学上でもしないし、勇ましいことしか言わなくなれば、まあ結局、あれですよ。みんな似たような、個性なんかないですよ。つまらねえ TikTok 上ではしゃぐぐらいの個性しかない人間が歴史的連続性を失ってさまよってるみたいな、オルテガの大衆の反逆に書いてあるようなことが起こって、その場しのぎの人生をね、自分の欲求を満たすことと、もう防音ですよ。過去を忘れるということで、都合の悪いことは全部忘れてで、新しいものに飛びつくって一時しのぎの人間ばかりが出てきて精神性が失われていくと、なんかよくわかんない生き物の集いみたいになっちゃって、まあ推しのカモメになっていっちゃうわけですよ。そういうことをね言ってんじゃないのかなと思いました。まあ反省からしか精神性とは出てこないっていうかね、そういうことなのかなと思ったんですけど、それ以上に思ったのは田中秀光がかわいそうだっていう、利用されてて、まあなんか怖いなと思いました。この作品、それは冒頭の部分で喋ったんであれですけど、まあ、解雇のない文学はへのかっぱですと言いながら、
自分の解雇に人を巻き込んでね、道連れにしていくってことをやってたのが太宰だなと思いますね。新しい形式を得てれば新しい近代精神が芽吹いたのかもしれない。そのために待ちたいって思ってたんでしょうけども、本人は待てずに川に飛び込んじゃったと。そんなこと思いましたね。ありがとうございました。自殺した時点でその程度の人だったんだ。って見れば。いや、でも時代の寵児ですよ。もうだってもう戦争中から反省してんですから。生まれてすいませんぐらいのことか。生まれてすいませんは戦後に書いたのか。まあ、斜陽やりましたよね。全部がほら、結局、記者が脱線した後の話じゃないですか、斜陽っていうのは。貴族が没落していく話で。ですよね、あれね。でも本当の新しい近代精神、アップデートされた近代精神を待つって言ってたのに、まあ、ここでは言ってたんですよ、でも。で結局は斜陽ですよ。斜陽して没落して終わりみたいな。でそれに振り回す。だって田中秀道とか、太宰に期待してたんですよ。戦後、新たな芸術をやってくれると思って、形式を作る天才だと信じてたら、なんか、死んじゃったんで。あれですよ、力石徹が死んだ後の矢吹城みたいになっちゃってるんですか。自分が作品を書いていくライバルがいなくなったみたいな、ね、そんなことも言いました。1984年的な、まあ、みんな似てくんですよ。カブトムシ人間だって、ね、管理社会まだ始まっちゃいねえよ。ホヨタソーまだ始まっちゃいねえよ、ね、じゃあありがとうございました。じゃあ、プレイバックで。カイさん、ありがとうございました。まあ、鳴かぬ鳥の鳴き声にどもった言葉の先に心を寄せられる私でありたいって、ね。いや、まあ、よく注意深く鑑賞しないと分かった気で揃いすぎてってしまう。なおかつ、かつて読んだ表現で自分も表現していくみたいな。危ないですよね。ありがとうございました。IK さんもありがとうございました。まあ、辻音楽史のイメージっていうことを書いてくれました。本当は辻音楽史としてやりながら大河になってきゃよかったんですけどね。なんで死んじゃったんですかね。ずっと下作作家で書いてるね。せめて長い画風ぐらいになってくれればよかったんで。ありがとうございました。さくらさんもありがとうございました。もうこれ読むともっと太宰治も好きになれないですよね。やっぱり邪悪だなと思いますね。なんか余計注意して読まなきゃいけないですね。善意がと思ったらね、悪意が混じってるみたいな人ですから。ありがとうございました。八王子冷えだるまさんもありがとうございました。すべて太宰の策略だ。騙されちゃいけない。こいつは悪い男だ、ね。悪い男は太宰だってね、俺希望に命じないといけない。志賀先生を読めば心が洗われますよ。やっぱそういう邪悪な気持ちを自分から批判していくとこがあるから、志賀先生は。ありがとうございました。玉井さんもありがとうございました。またカモメが飛んだ日ね、聞いてみます。ありがとうございます。チンネイさんもありがとうございました。まあ、ファーストの話書いていただいて、またね、ちょっと私も昔読んで内容覚えてないんで、まあ読みづらいんですね。陰文でただ詩みたいなやつだから面白くないし、なかなか野郎的にはならないんですけど、機会があればいつかやりたいと思います。ファースト。ありがとうございました。太宰は人間を永遠の不幸に突き落とそうとしたのではない。ファーストとして見てほしかった。ね、本人もそうなりたかったんでしょうね。
あ、でもメフィストフェルスですね、やっぱね。ありがとうございました。ちとせあめさんもありがとうございました。自分でいることの難しさ。ね、何か人のスタイル、いつの間にか真似して、誰かの言ってることを自分の意見のように語ってしまうと。ね、その時、人間の表現の自由ってのは、自ら失ってるってことですからね。そういうことが起こっちゃいますよね。で、みんな似てくるっていうか。みんなワイドショーで言ってるようなこと。NHK が ささやかに変更報道してくるものを信じてしまうみたいな。自分で考える能力なくなっていっちゃいますね。ありがとうございました。ほよさんもありがとうございました。まあ、記者のこと書いていただいてね。まあ、記者がどこ、我々、俺たちの記者はね、どこを走ってんだと。ね、俺たち、キャプテンオブザシップ、ね、4を上げろ、みたいな。だぜって、キャプテンオブザシップも、ね、俺たちは船を漕ぐ、みたいな。思いました。ありがとうございます。ということでした。井端さんもありがとうございました。自分自身に折り合いをつけていくと。これね、難しいんですよね。本を読むことは別に、その本に頭を支配されることだから意味ないんですけども。ショーペンハイエルも言ってるとおり。自分に折り合いをつけていく作業っていうのは必要ですよね。学ぶってことは自分にずっと折り合いをつけていくことだと。学ぶってことは自分に折り合いをつけていく活動なんですよ、杉浦さん。やっぱりそこが分かっていたんですよ。ダサいわ。ね、もうよく分かんなくなって。誰のモノマネかも分かんない。ありがとうございました。結局、兵隊さんの文章を利用しただけだったんですか。田中秀光に送ってきてもらった、まあそう、戦争協力としてやってたんでしょう。いい作品だとは思わなかったけど、雑誌社に掲載して、奥さん曰くいい作品ではなかったって言うんです。だけど、いい、とってもいい作品で、兵隊さんも喜んでくれましたみたいな嘘ばっか、かもめの中に書いちゃってるんですよね。で、なおかつ、田中秀光にアプローチしてきたの太宰からで、向こうがファンだったわけじゃないですよ。田中秀光の作品がすごいって言って、書いてきてしまって、で関係ができて、で、太宰が死んじゃった後、田中秀光も家庭を捨てて、愛人と同棲して、太宰の墓の前で、睡眠薬200錠と焼酎1升飲んで、手首を切って自殺しちゃったらしいんですよ。だから、それはどうなんだろうな、その、太宰と出会ってなきゃそんなことになんなかったのに。太宰におだてられて、利用されて、気の毒だなと。で、そういうことをやってしまった太宰が、なんか言い訳のように芸術家として生きたいとか言ってんだけども、まあ、それ芸術家として生きたいって言うなら、上司なんかせずに戦後もずっと書き続ければいいのに、まあ、この作品で書いてったら、辻音楽史として生きていくわけでもなく、なんか、いや、言ってることとやってることが違ったってことですか。それが、メフィストフェルスだったってことですよ、結局ね。人を利用して、ファーストたる田中秀光の魂をもてあそんでしまったっていうことを私は思いましたね。ということです。それは前半の方で喋ったんで、もう一回前に戻ってその1の方、後で編集して、またアップするんで、そっちを聞いてください。そんなことがあって、途中から聞いてる人は何の話だ。田中秀光を騙してたって話は、最初の二つの、カイさんと、アイイーさんの、カーソ文、読み上げながら喋ったんで。ね、寿司屋の女中さんが名刺を渡してくるのと同じ感じで、あれは太宰自身だと。太宰も、田中秀光に接触してって、まあ、利用したっていうことが書いてあるんじゃないかなと思いましたね。ありがとうございます。新年さん、スーパーチャットいつもいつも。ということです。よくよく見れば、戦後も戦時中と大差ないってことに気づいてしまったのかな。なんで死んじゃったんですかね。
やっぱもう辛かったんですか、創作していくのが。モチベーションもなかったんでしょ。あとあれですよ、やっぱり人、なんていうか、やっぱ人巻き込んじゃって、もうどうしても自情自爆、自分のキャラに食い尽くされてったからでしょうね。自分の作り上げたキャラに。辛くなっちゃったんですか。そんな風に思いますけども、私は。ということでした。じゃあ来週は、カラマーゾフの兄弟の中間です。私も150ページぐらいまで読みましたんで。まあ解説が取れれば、一回ぐらい解説。まあ雑談、今週2回ぐらいっていうのはその中でダラダラ説明するかもしれません。ということでした。じゃあ、皆さんありがとうございました。ご参加くださった皆さん。白木や黒木や赤木屋の姉ちゃんが綺麗な化粧をしたお姉ちゃんも売ってるという、伊勢丹の美容部員も売っているマグカップ、サーボタンブラーね、音楽流していかないと、やけのヤンパチ、やけのナスビ、色が黒くて食いつきたいが私は色場で歯が立たないね、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。信州シナノの新そばよりも、私はあなたのそばがいい。お茶の水ちょろちょろ。みたいな。池袋。みたいな。なんか、買って寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。サーモタンブラー。ね。スウェット。アグリルブロック。ね。ミシン、バイク。いらなくなった。なんか、廃品回収みたいな。ぜひね。買ってほしいと思います。ということでした。ライチャーさんもスーパーチャットありがとうございました。いろいろ、ぜひ、よかったらまた感想文ね、もし機会があれば書いて参加してくれれば嬉しいなと思います。じゃあ、おやすみなさい。失礼します。